はい、こんにちは。今回ですね、令和4年の司法試験の採点実感の分析会ということでね、やっていきますので、まあ今日も頑張っていきましょう。レクセン認定士の矢島です。で、今日は冊子ですね、全部で4冊ありまして、まあ一つがまずね、問題文レジュメっていうふうに書いてあります。表紙にね、この真ん中辺ぐらいかな、問題文レジュメね。で、これは司法試験の問題文に私がまあ線引いたりとか、あとちょっとメモをね、書き込んだりとかしたものになりますね。で、あとは残りの3冊のやつは採点実感に私がまあいろいろこう手をね、入れた装飾をした線引いたとかね、したものになってますね。で、まずですね、採点実感のね、レジュメの1冊目、広報形というのをちょっと出してください。あとの問題文のレジュメも使うので、まあ、それも一緒にこうね、出しておいていただけるといいかなと思いますね。で、まずね、広報形の1ページ目のところなんですね。ちょっとね、差しが多くてすいませんね。あ、で、これなんで多くなっちゃったかっていうとね、ちょっとページ数多くて1冊で印刷できないっていう話で、これ結構今全国でこの水道橋だけじゃなくてね、いろんな校舎でやってて、まあ、その校舎の環境によってはね、あまりこう分厚いものを印刷できないところもあるので、それでちょっとこう薄めにね、しております。さて、でそこで、1ページ目のところ、まあ、今広報形のところを見てるんですが、この初めにというところで、でこれなんで採点実感分析するのかって話なんですけども、この採点実感っていうのはね、将来の受験生に向けた、まあ、メッセージっていうコンセプトで、まあ、試験考査員がこれ出してるので、まあ、やっぱりこう将来の受験にね、役に立つことがいろいろ書いてあるんですよね。でこれをたまに、まあ難しいことも書いてあるんですけど、ただ皆さんが、まあ、そこそこ勉強してれば吸収できるところもあるはずなんですよ。でその吸収できるところを、まあ、自分でね取り入れれば、それをやっていない人と比べて、まあ、ちょっとこうね、いい点数が取りやすくなるんですよね。まあ、そういうことで、この採点実感分析するには、やっぱその試験のね、この成績に伸ばすっていう、まあ、ことで非常に有益なので、まあ、それでこう分析会って形で毎年ね、やらせていただいております。で、このね、2段落目、なおっていうところなんですけども、今日はまあ採点実感の分析会に、まあ、2時間でね、7科目なんで、大体、まあ、平均すると1科目17分できるかできないかなんですけども、後日ね、矢島の最新過去も山手講座っていうところで、本格的なね、過去問の話、まあ、こちらちょっと有料講座になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、そちらの方で、本格的な話をしますね。まあ、今日は、まあ、とにかく採点実感のね、この将来の受験に役に立つそうなところのちょっとエッセンスを吸収してもらって、で、その受験勉強に役立ててほしいなと思うんですよね。まあ、意識しないよりは意識した方が正しい方向に進みやすくなると思うのでね、まあ、そんな感じでこの講座利用していただければと思います。でこの2個目のブロックなんですけども、使用教材っていうねところありますよね。で縦位置のところなんですが、採点実感のところにはね、私が線を引いて線を引いたんですよ。で実線と点線でちょっとこう線をね2種類使ってるんですけど、実線のところはね、こううまく取り入れていくと点数が上がりやすいってところ、だからつまりお手本にしてほしいっていうところね、そこを実線にしてます。そして点線のところはこれ逆にこういうことをやっちゃうと合格から遠ざかってしまいますよみたいなね、その要は悪いところなんかを、まあ、点線にしてます。自分が受験生の時はちなみにね、色ペンで分けてました。別に真似しろって話じゃないですけど、実線に相当するところを私は赤で引いて、で点線に相当するところは青でやってたんですよね。まあ、色鉛筆でやってました。まあ、まあ、ここは、まあ、皆さん好きなようにね、自分でいろいろやり方自分でなんかあると思いますので、まあ、自分なりのなんかやり方でメリハリず分かるようにつけてもらえればと思いますね。じゃあそんな感じでね、まずね、広報形からちょっと見ていきたいと思うんですが、問題文を見てからね、それからちょっとこう採点時間の方に入っていきたいと思うんですね。で一応1科目あたり平均17分なんで、ちょっとこう全部のところ見ることができないので、本当にポイントになるところね、まあ、この2時間の講義の中で、まあ こ, うねまあ、ここだけこう押さえててもらえれば、もうこの2時間 の,、このね、消費した価値があるなみたいなね、そんなところをちょっとお話ししていきたいと思ってます。ではね、まず問題文レジュメのね、このペラペラってめくってってもらえると、広報系科目第1問ってことで、これ憲法なんですよね。でこれね、ちょっと全部読んでると時間なくなっちゃうからね、ちょっと私が今日話したいところに関係するところだけね、ちょっとピックアップしてお話をさせていただきます。 R4 憲法っていうことで、憲法の今問題文のねところを見てます。で最初のね、この問題文の1段落目のところ、ちょっとここは見ますね。1段落目の途中まで見ます。あ、要はね、テーマはね、大学の自治と、その大学のその内部にいるですね、大学の教授のね、まあ、いろんな自由ね、そこのところが今対立関係に立っているので、そこをまあどう調整するかっていうね、その調整能力が問われてるんですよね。で先にお話ししていくと、まあ、論文試験って結局ね、どの科目でも共通していることがあって、問題文の中にね、必ずこう対立利益が潜んでるんですよ。でその対立利益をね、まあ、どう調整するのかっていう、その調整能力が問われてるんですよね。でその調整するときってどうすればいいのかっていうと、論文試験ってやっぱり法的三段論法をしなければいけませんので、規範定立してね、で当てはめするっていう
形になるんですけど、その規範定理するときね、やっぱこの国語の現代文の作文じゃないから適当に書いてもね、まあ、書いた本人はね、よくできたなみたいな感じで思うかもしれないんですけど、やっぱりこの現代文の試験じゃないので、法律の科目の試験なんで、各科目のね基本知識を踏まえてね判断枠組みを立てていかないと、まあ、なかなかいい点数もらえないんですよね。だからそのためにね、要は皆さん日頃インプットの勉強頑張ってるんだって話になってくるわけですよね。まあ、基本的にほらなんかインプットしてるときってきついじゃないですか。同じことの繰り返しですから、ね、覚えなきゃいけないですから、同じことの繰り返しできついんだけど、でもそれ何のためにやってるかって言ったら、このまさにね論文試験でいい答案書くためなんですよね。その法的三段論法をきちんとやるっていうねことで必要なんで、まあ、そういうことでやってます。じゃあここでちょっとね対立領域見ていきます。対立領域発見していきましょうか。一段落目のところですけどもね、問題文憲法のね、で X 県、公立大学法人が運営する県立 X 大学では、あ、ちなみにこれね私立の私立大学にしちゃうとね、憲法の私人間効力のまあ問題になっちゃうんで、ちょっと論点が違っちゃうんですよね。でそこで、まあ、純粋に憲法問題、要は公権力とね、そのまあ私人の関係にまあしたいために、おそらく私人間効力にしないために公立の大学をね、それを題材にしてるんじゃないかと思いますね。これ私立大学になるとまたねちょっとこう私人間効力の話になるんですけど、まあ、そうではないということになりますね。でそういうことで1行目ね、県立 X 大学ではかねてより地域経済の振興に貢献する研究の推進、人材の育成に力を入れており、その中核となる組織として A 研究所を設置と。で A 研究所には3行目、 X 大学の各学部の教員のうち学部の推薦に基づき特に優れた、研究業績が、ね、あると認められた者が研究員として所属ということになりますね。で4行目の途中のところですけど、 A 研究所は地域経済の振興に資する研究活動を支援することを目的にですね、研究員の申請に基づき年100万円の研究助成金を交付する制度を設けてるんだってことね。で6行目ぐらいですかね、でこれまで全員がね毎年研究助成金がまあ交付され、そうした手厚い支援の下でそれぞれの専門分野のね研究を行うとともに、その成果を踏まえた教育をね各学部の教員として行ってきたみたいな感じになりますね。というわけでこの県立大学ではまあなんか助成金をね教授の方にこうまあ交付して、でそれでそれを利用して今教授がいろんなね学問の活動をしているみたいな感じになってると思うんですよね。でそんな中でですね、今度2ページの項に行ってください。問題文のね、今憲法の問題文見てます。で2ページのまあ最初の2行のところからねちょっと見ていくと、どうもねその助成金を、まあ、教授が、まあ、助成金もらってる教授がどうも政治活動に使ってるんじゃないかっていう疑いをねかけられてしまったんですよ。で政治活動って本来ほら県立大学の研究費使っちゃいけないでしょ。この個人の費用でやるんだったらいいけど、それはそのね公金でやってはいけないはずのものだから、でそうなってくると支給停止になっちゃう可能性が出てくるんだよね。でそんなことでちょっと見ていきますと、1行目ね、政治活動に用いられるとすれば問題であるから、研究助成金が適正に用いられているかどうかについてはね精査したいんだってことで、まあ、大学側の方をなんか調査したいような感じになったんですよね。でそんな中2ページの3行目のところですが、そこでね、まあ、経営審議会の後で E をね、まあ、これ研究所の所長なんですけど、E を委員長とする A 研究所の運営委員会が開催され、次年度の研究助成金の交付について審議と。で Y に対しては、あ、これ Y が今回の教授です。助成金を、まあ、もらってるんですけど、どうもね政治活動してるんじゃないか、そのお金でね政治活動をやってるんじゃないかってことで疑いかけられてる教授さんなんですけど、あ、こうやってね対立領域をだから発見していくわけね、問題文を見ながらね。でこの Y に対しては過去数年にわたり、研究助成金が助成の趣旨に適合しない形で使用されており、次年度についても Y が提出した申請書では同様の支出が想定されるっていう理由で、6行目ぐらいですか、運営委員会は助成金交付しないことを決定したということになるんですよね。で今回の憲法の問題のテーマの一つとして、この決定の、ね、憲法適合性、ここのところがまあ問題になってくるって話なんですよね。まあ、大学の方はさ、やっぱりその一定の目的で助成金の制度を、作るっていうことは大学の自治っていうことを根拠にね、あ、憲法の試験なんで必ずなんか対立利益発見するときは憲法上の位置づけっていうのを必ずこう考えていかないといけないんですけどね、そこで、まあ、大学はその、ねまあ、一定の目的達成するために助成金の制度を作るっていうのはこれ大学の自治で許されると思うんですけど、まあ、そんな中でねその助成金の交付をまあ受けてる教授さんの方ね、これがどうもちょっとその目的に沿わない、まあ、政治活動なんかしちゃってるってことで、そこで今ねこの交付の停止が受けちゃう、そんなような感じね。で教授の方当然そのお金もらって研究活動してるわけですから、まあ、その今までその、ね、できた研究活動がこれできないってことになるから、まあ、その研究活動の自由の制約っていうまあ問題も出てくると思うので、まあ、ここでその大学の自治とねその助成金の制度をまあ創設した、まあ、その大学の自治の問題と、それと今までねその助成金を利用
用して、まあ、研究活動をしてきた、その、まあ、教授のね、その研究活動の自由、そこのところをどう調整するかっていう問題になってくるんですよね。で、憲法のね、なんか勉強ちゃんとやってない人っていうのは、まあ、典型的な、要は違憲審査基準、要は予備校のほら、論証パターン集とかによく出てるようなやつね。なんか法令の違憲審査かなんかが問題となった時にさ、まあ、厳格審査基準だとか、中間審査基準だとか、まあ、緩やかな審査基準だとかってあると思うんですけど、ああいうのはね、まあ、あんまりこう、よく分かってない人でもね、一応答案らしい形でできるんですよね。だけど、こういう感じで、典型的な法令の違憲審査ではなくてね、まあ、今回みたいにこの、まあ、大学の内部の問題で、まあ、しかもその別になんか法令じゃなくて、普通に決定のね、その大学のその処分の、その、憲法で違法性なんかが問われた時っていうのは、本当にね、その、真のその、法的思考能力をちゃんと持ってる人じゃないとね、うまく答案書けないと思うんですよね。で、その、真の法的思考能力っていうのは、まあ、何なのかっていうと、さっき言った通りなんですけど、問題文を読んでね、対立利益を、まあ、適切にちゃんと、抽出発見して、で、それをね、うまくこう、まあ、バランスよくね、考慮するための判断分け目を定立できるかって話になってくるんですよね。だから今回は、やっぱその助成金の制度を創設した大学の、まあ、自治の、問題とね、あとその助成金によってその研究活動をしていた、その教授の、研究活動の自由、そこのところを、まあ、適切に調整するための判断分け目を、まあ、立てられるかどうか、そこのところでね、随分点数に差が出てくるんじゃないかっていうふうに、思うわけなんですよね。という感じで、問題も見た感じに、こういうふうにね、見られるようになれば、かなり法的思考能力が身についてるんじゃないかと思うんですよね。で、急にそういうのできるようになるわけじゃないから、じゃあどうしたらいいかというとね、まあ、日頃のインプットを勉強しつつ、やっぱ過去問なんですよね。その、まあ、司法試験でも予備試験でもまあいいんですけど、試験構成員一緒だから基本的に最近は予備試験と司法試験で、ね、どっちの問題でもいいんですけど、ただ勉強しやすさはね、司法試験の方が勉強しやすいです。なんでかっていうと、出題の人と採点実感っていうのをさらに出すんだけど、丁寧でね、やっぱりその題意が分かりやすいんだよね。予備試験の場合はちょっと出題の人出してくれるんだけどね、ちょっと記載の仕方が若干大雑把で、それ読んでもね、学力が相当ある人じゃないと自力で勉強できないと思うんだよね。だ、そういうことで、まあ司法試験の受験生はもちろんなんだけど、予備試験の受験生でもね、司法試験の過去問題材にこうやって対立利益を発見抽出してね、で、その各科目の基本知識をね、踏まえてね、まあ、うまい具合にこう判断枠組みを定立して三段論法するような訓練すると、まあ、法的思考能力が身につくんですよね。で、その法的思考能力ってまさにね、試験構成員が受験生に求めてる法的思考能力なんで、やっぱその受かりやすいんですよ、この過去問題材にね、勉強していくとね。というわけで、まあ、今回一つのテーマね、この大学の自治、この研究助成金を創設したね、その大学のまあ自治の利益と、あとその助成金でね、研究活動してきた、まあ、教授のそのね、研究活動の自由、まあ、そこのところをどう調整するかって話になってきます。で、この問題面白くてですね、基本的に司法試験平成18年から始まってるんですけど、まあ、なんかね、設問の形式ってたまに変わるんですよ。で、それなんでかっていうとね、受験生がね、答案パターン化してきた頃に変えてくる可能性があるんじゃないかと思うんだよね。採点実感にね、よくいろんな悪い指摘がされてるわけ。なんかパターン化した答案ばっかり出てくるとか、なんか機械的ななんか当てはめしてるようなね、そんな答案ばっかり出てくるみたいな、そういう指摘がね、ちょこ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 されてくるとね、設問形式が変わるんですよね。で、この令和3年の設問形式ね、昨年までのね、ごめんなさい、令和4年の今見てますけど、昨年までの令和4年のものと比べるとね、ごめんなさい、令和3年のものと比べるとだいぶ違うんですよね。だからやっぱりそのパターン化されたところでね、ちょっとこう変えてきたんじゃないかっていうね、感じなんですよ。で、そこでどういう風になってるかっていうと面白くて、3ページ見てください。問題文のこんな感じにしました。だからパターン化防止のために設問形式変えてるから、予備校はさ、まあ、結局金儲けでやってることが多分少なくないと思うからね、こう、まあ、パターンがこれ設問形式が変わったから、じゃあこれにこう合わせるような感じで、まあ、似たような問題やっていきましょうような感じで誘いかけてくるかもしれないですけど、でもそれって多分試験構成員の多分ね、こう求めてることと逆行しちゃうんじゃないかと思うんですよ。結局どんな設問だろうが、対立利益をちゃんと発見抽出して、それを適切に考慮するための、ね、能力が試されてるわけだから、この形式、設問の形式のところを追っかけてもしょうがないんだよね。だって多分今期の試験これと同じ形式で出ない可能性もありますしね、まあ、そういうことで、まあ、真のその法的思考能力を身につけていけば、まあ、急に設問形式が変わったとしても十分対応できるんですよね。で、その真の法的思考能力というのはくどいようですけど、問題文を読んでね、対立利益を発見抽出し、で、それを適切に考慮するための判断枠組みを定立してね、で、その定立したその趣旨っていうのがあると思うんだけどね、その判断枠組みを。憲法なんかだと、ほら、やっぱりその擁護性が高い人権に対して厳しい制約がされてるってことになるとさ、結構厳しい基準で審査するじゃないですか。で、そういうことで、その、判断枠組みを定立した趣旨っていうのがあると思うんですけど、その趣旨を踏まえてね、で、事案を、まあ、具体的に踏まえて丁寧な値をすることなんですよね。まあ、そういうような能力があれば大丈夫ですから、この設問形式が変わったところにあまり振り回されない方がいいと思いますね。で、そこでね、とりあえずじゃあ令和4年はどんな形式だったのかって見ていくと、3ページのところです。まず設問1と設問2でこれ分かれたのが特徴的ですね。で、設問1なんですけど、これね、まずね、公権力側からの主張なんですよ。
これ非常に変わってると思います。今までの過去問の傾向からすると、でそこで見ていくと、設問1、まずね、県立大学側の方の話になるんですけど、X 大学長 G は X 県、公立学校法人の顧問弁護士 Z に対し、でこれ Y が教授ね、教授さんです。 Y との再度の話し合いに応ずるつもりだが、大学としては憲法を踏まえてできるだけ丁寧な説明を行いたい。だから今回だったら、その助成金の不交付がさ、まあ、憲法に適合してるんだってことを丁寧に説明しようと思ってるわけですよね。でまあ、そういったことで相談した。であなたが Z であるとして、あでこれね、1行目にある通り Z って弁護士なんですよ。でそのあなたが Z である人ってあるとしてでどういう趣旨なのかというと、これはね、その過去の採点実感をちゃんと分析していくと分かることなんですけど、弁護士っていうのは基本的に判例と重要な学説をちゃんと理解してるっていうことが前提なので、だからそういうことを前提にちゃんとこの公権力側のね、県立大学側の主張を組み立てなさいって話なんですよね。だからおよそ訴訟で通らないようなね、なんかむちゃくちゃな主張をここでしちゃうと台に乗れないんですよね。でそのむちゃくちゃな主張ってどういう時にやっちゃうかというとね、基本知識のやっぱり結局勉強がちゃんとできてないからやっちゃうんだよね。基本知識の勉強できてればさ、だって実際弁護士になったらさ、まあ、今回だったら県立大学の代理になることもあるだろうし、まあ、反面この個人の教授の方の代理になるかもしれないですよね。で共に最大限その判例とか主要な学説を踏まえて、最大限その依頼人に有利な憲法的な主張っていうのをしていかなければいけないんですけど、そういう能力があるかどうかっていうのをこう試してるわけなんですよね。なので、まあ、こういう時になんか変な主張しちゃうっていう人は、やっぱりそのインプットの勉強を頑張った方がいいと思いますね。まあ、そういうことでね、2行目ね、で相談した。であなたが Z であるとして、今3行目です、設問1のね、X 大学の立場から決定丸1で、この決定丸1というのはそのね、助成金の不交付の決定になります。で今日ちょっと時間の都合で決定丸2はやりませんけど、これはその教授が、今回の Y さんがね、まあ、試験やって成績評価したんだけど、それが著しく不当なんだってことで、大学の方がですね、まあ、他の教授にね、再試験やらせて、で成績評価し直すみたいな感じになってくるんですけど、まあ、そういう問題になります。まあ、今日ちょっと時間の都合でこちらはね、省略しますけど、でそんな中で3行目の終わりの方です、次回の面会においてどのような憲法上の主張が可能かを述べなさいということになってますね。というわけで、設問1はもう全力でその判例と主要な学説をちゃんと理解していることを前提に、公権力側に、ね、最大限有利な主張を組み立てていくといいかなと思いますね。でそんな中で今度設問2なんですけど、設問1で述べられた憲法上の主張に対する Y からの反論を想定しつつ、 Y は個人、教授個人の、ね、話ですけど、まあ、Y からの反論を想定しつつ、であなた自身の見解を述べなさいということですね。で過去問の傾向なんですけど、かつてね、こういう形式の問題って出てたことがあるんですよ。で一度だけ平成27年の司法試験の時に配点割合が書かれてたんですよね。でそれとどこのところが一番配点が高いというと、最終的に自分の見解のところが一番配点が高くなります。まあ、ある意味その設問1のところが大体 10全体で10だとしたら4ぐらい で反論のところが1ぐらい で自分の見解のところが5って感じになるんで、それをちょっと目安にね、答案構成していくといいと思うんですよね。でとにかく試験考査員、何が一番聞きたいかといったら、やっぱその受験生自身が、その回答者自身がね、この問題に関して憲法的にどう考えるのかってところを聞きたいから、やっぱり最後自分の見解、つまりあなたの見解のところね、そこのところをこう厚く書けるような、そういう答案構成にしていくと、まあ、合格しやすいと思いますね。だから時間切れに注意だよね。最後の方になるじゃないですか、やっぱそのあなた自身の見解を書くところね。でそこで一番配点がさ高いってことが想定されているところが、なんか大したこと書けないってなっちゃうと、それはかなり不利になりますからね。よほどその手前のところがさ、もうとんでもない、もうすごいことをね、書いてない限り合格点に届かないと思うから、次回半分に注意してくださいね。で、設問2のね、ちょっと直書きのところなんですけども、設問1及び設問2とも、でこれ指示には従ってほしいんですよね。今回まあ、大学の問題だからさ、ほら一応ね、司法権の限界とか出てくるでしょ、富山大学事件とかって勉強してると。だけど、まあ、それはいらないと、論じる必要はないということね。だから司法審査のほら対象になるのかとかさ、対象外なのかって、そういう話はしなくていいと。でまた、でここね、必要に応じて参考とすべき判例に言及することってなってるんで、でこうやって書かれている以上ね、判例に言及したところに絶対配点されてるんですよ。だから判例に一切触れずに答案を終わらせちゃうとね、もらえるはずの点数をもらえなくなっちゃうから、だから必ずその判例に触れてほしいんですよね。でこの時にね、判例の触れ方が分かりませんっていうふうに言ってくる人もしかしたらいるかもしれないんですけど、それはね、インプットでちゃんと判例を理解しておけば、何にも思いつかないわけがないんですよね。その、判例を何も思いつかないっていうのはね、やっぱりそのインプットの勉強が浅いか、あるいはしてないかねってところだと思うので、まあ、そういう点ではね、判例を踏まえた論述するには、インプットで判例をちゃんとね、どういう事案のもと、まあ、どういう理由でどういう結論を導いているのかっていうところね、そういうところをちゃんと理解することによって、何も書けないってことはないはずなんですよね。だから何か思いつかないって人は、ちょっとこうインプットのところで判例をもうちょっとこう、もう少し勉強した方がいいかなっていうふうに思いますね。
じゃあ以上ですね、大体今日お話したいところこんな感じなんですけど、採点実感のじゃ見ていきましょうか。では採点実感の冊子の方行きまして、1冊目広報系のものになりますね。で憲法のまずね、ところとしては2ページのところ見ていただけますか。広報系のね、今採点実感のレジュメ見てます。で2ページのところで、これ全部じゃなくてね、ちょっとピンポイントで言うと、今の話とじゃあ関係するところだけちょっとご指摘しますとね、2ページの第1、全体についての縦1、大学の実施ってあるじゃないですか。で、このカッコ1のところなんですけど、まず1行目、大学の実施について検討することなく、はい、皆さんに問題です。大学の実施に、このさっきの事案見てさ、大学の実施にけんあの言及しないまま答案書いちゃう人って何か欠けてますかっていうと、対立利益をね、発見して抽出するっていう、そういうね、そこの調整が求められるっていう理解がないから、それで、なんかほら自分が気になったところばっか書いちゃうんだよね。で特にやっぱその助成金不交付にされて教授がかわいそうだってまず思うと思うんですよ、素人的にはね。でそうなってくると、まあそのまさにさ、その研究教授の研究活動の自由の制約だって形でそこは書くんだけど、その対立利益を書かないみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。でこれは単純にその基本的な法的思考能力をね、多分こうまだ身についてない、というのはその論文で何が聞かれてるのかとかよく分かってないからね、こういうことやっちゃうんだと思うんですよね。とにかく対立利益の発見抽出とね、その適切な考慮をするための枠組みを立てるってこと、これがもう全ての科目で共通してますからね、憲法だけでなくね。そういう目で見ていかないと、やっぱりその題に載った答案書けないんですよね。ということで、じゃあ続きを見ていきましょうか。一方的に大学の裁量論を展開する答案、これ行政法の試験じゃありませんから、裁量論の話はそれだけで終わりにしちゃうと、ちゃんと憲法問題の話に結びつけてやらないとね、憲法の答案としては点数もらえないので気をつけててください。結構ね、合格者の再現答案でもまずい答案ってあるんですよ。憲法なのに、ね、なんか裁量の話ばっかり書いちゃってるのね。裁量書くのがダメなんじゃないですよ。その裁量をちゃんと憲法上の根拠と結びつけて書かないといけないんですよね。でどっちが中心になるかというと、やっぱり憲法上の根拠ですよ。憲法の科目である以上ね、裁量中心に書くのはやっぱ行政法の科目になりますので、まあ、そこのところをね、ちゃんと意識しておいてもらいたいんですよね。だから合格者の再現とはもう気をつけてくださいね。この年度の問題に限らず、ずっと遡っていくとさ、まあ、合格してる人の答案でもなんか憲法の科目なのにね、裁量の話を延々と書いてる人がいるんですよ。だけど当然満点取って受かってませんから、だからどこを真似するかって話でね、変なところを真似しちゃいけないんだよね。その裁量の話延々と書いてるところって憲法の科目としては点数もらえてないはずだから、まあ、気をつけてほしいなと思いますね。でそこで、2行目、括弧1の2行目、まあ、個々の大学教授との関係で大学の裁量を主張とするのであれば、まあ、それを支える憲法上の根拠として、まあ、大学の自治を明確に論ずる必要があるんだって話になりますね。であとはね、ちょっと少し勉強が進んでない人難しいかもしれないんだけど、判例の使い方ですね。でそれは括弧2なんですけども、大学の自治に言及した答案のうち一定数のものはポポロ事件判決ね、まあ、大学の自治って言ったらまずポポロ事件がすぐに思いつくんじゃないかと思うんですけど、でそれを参照していたが、同判決の位置づけについて適切に配慮した答案は少なかったということで、これちょっとね、判例の理解不足なんだと思うね。でこのね、理解が不足しているとどういうことになっちゃうかというと、この下のね、括弧3の括弧さんの2個目のブロック、他方で始まっているところを見てください。こういう事態に陥ります、他方、大学の自治の内容を人事の自治、施設管理の自治、学生管理の自治としてのみ捉えたため、決定 1-2 を大学の自治との関係で説明することを、まあ、苦慮している答案が 見られたって話ね。これ2つのブロックを合わせて何が読み取れるかというと、ポポロ事件というのは大学とその大学内部の学生さんのね、利益、ここの対立利益の調整問題 の事案だったんですよね。ところが今回の司法試験の事案は、まあ、大学と同じその大学内部の問題ではあるんですが、学生さんではなく大学の教授さんですね、そちら その利益が対立するような、そういった緊張状態にあるような事案が出てきたので、ポポロ事件の話を、ね、少し応用しないといけないんですよ。そのままの書いちゃってもこの事案に合わないから、事案合わせていかないといけないんだよね、結局その内部の対立利益を適切に調整するっていうところまで抽象化していけばさ、そのポポロ事件の趣旨ってこの本件の事案にも合うと思うんですけど、まあ、いずれにしろそのまま使えないはずなんですよ。なぜなら事案が違います。判例っていうのは日本の場合はやっぱその付随的意見審査制ですから、一見なんかさ、一般的な法規範を定立しているように見える判例であっても、やっぱりね、事案を踏まえた判断をしてるんですよ、必ずね。だから当然事案が変わればなんか あたかもなんか一般的な規範立ててるような、ね、判例に思われるようなものでも、その規範使わないことになりますから、
あでここはねちょっと考え方がいろいろあるんだけど、今憲法ってさ違憲審査基準論とあとその3段階審査論ってことですごい対立、考え方が思いっきり対立してますよね。で違憲審査基準論っていうのはやっぱその判断枠組み の予測可能性とか明確化のところをまあ重視するので、まあ、その事案類型に応じた枠組みっていうのをこう考えていくわけなんですよね。で一方その3段階審査、まあ、つまりドイツ の, 連邦憲法裁判所のね、まあ、その比例原則 の, 考え方なんですけど、これはね特にこうあらかじめこう類型的な規範を立てるっていうやつ、やっぱその事案事案の適切なその利益をこ う, うまく発見してそこを適切に調整するための枠組みを事案ごとに立ててるって話なんですよね。なのでまずここは皆さんが どの考え方を取ってるかによっても全然考え方が変わってくるんですけど、結論から言うと日本の最高裁はね一応有力な見解の一つなんだけど両方取り入れてるっていう見解が近似有力になってますね。まあ、まずドイツの連邦憲法裁判所の比例原則を一応こうメインにしてね、で必要に応じてアメリカの連邦憲法裁判連邦最高裁のね、まあ、違憲審査基準を組み合わせてるみたいな、そんな風によく説明されることが多いですね。でいずれにしてもそのどういう考え方を取ってるかっていうのはちょっと大事なことなんですけど、まあ、仮にその大学のね自治のところに関してね、まあ、まず一応一般論としてはトポポロ事件というのは、まあ、そのまず大学とそのまあ教授のね、いや教授で学生さんのねそこのところのまあ緊張関係のところをこう、まあ、言ったものだとしても、やっぱその事案に応じた判断なんで、事案が変わればそのルールを変えて、まあ、そのね判例を参考にして事案に応じてルールを変えて、まあ、うまくね妥当な結論を図るような理論構成することが可能なんじゃないかというふうに思うんですよね。でそういうことで、その、判例をうまく応用していかないとですね、この苦慮することになるっていう話なんだよね。事案が違うからね。だけど事案が違うんだけど参考にして論ずることはできるんですよ。事案に合わせてちょっとこう調整の仕方をね、言葉をうまく調整していくことによって、参考判例にすることができるんですよね。でさっきのちょっと話に戻るんだけど、判例参考にしろっていうふうに指示されてもさ何も書くことが思いつかないって、まあ、よく思う人もしかしたらいるかもしれませんけど、いや結局判例の理解なんですよね。判例の理解が足らないから思いつかないって話になってくるから、この判例でどういう事案のもとにこういうねどういう理由でどういう結論を出したのかってところ、そこのところをねちゃんと勉強しておかないと結局論文試験に使えないんですよね。担当試験は大丈夫かもしれないけど論文試験に使えないんですよ。結局その判例踏まえて論述するって結構大変なことなんですよね。だから憲法って結構さ覚えること少なく思われがちで甘く見られ、民事系と比べるとね、民法と比べたら楽そうだとかって思うかもしれないけど、同じように点数取ろうと思うとね同じぐらい勉強時間かかるんですよね。結局判例と覚えること憲法確かに覚えること少ないんですけど、理解をしないといけないところが多いんですよ憲法はね。だから結局民法と憲法同じ点数取ろうと思ったら多分勉強にかかる時間同じだと思いますね。憲法甘く見てるとやっぱこう痛い目見るって話で、覚えること少ないからなんとかなると思ってる人もしかしているかもしれませんけど、それ受験生みんな平等ですから、そこ同じ条件ですから。でもそんな中でビルからトップまで一番まで順位ついちゃうわけだからね。だからそれ何が違うのかって言ったらやっぱ日頃の勉強の質なんですよね。というわけでまあ、これ今日採点実感分析会なんでね、何のためにこれやってるかって言ったら、まあ、これをきっかけにちょっとこの後の今後の勉強にちょっと生かしてほしいって話なんですけど、まあ、判例勉強するときはだからちゃんとね事案をしっかり見て、でどういう理由でどういう結論を取ってるかっていうところを見ていかないと結局判例を踏まえた論述ができなくなっちゃうって話なんですよね。ということを学んでいただければいいんじゃないかと思います。さてで、3ページ見てください。縦三両者の関係、まあ、対立利益のね今度調整の問題になってきますね。両者の関係縦三括弧1のとこですけども、大学の自主と大学に所属する研究者の学問の自由との緊張関係に対する理解が足りない、答案、そして大学の自主と学問の自由の緊張関係に言及しない答案、はい、皆さんに問題です。この2行目のさ緊張関係に言及しない答案って、ね、どういう視点が欠けてる受験生の答案だと思いますかっていうと、まあ、さっきと同じなんですよ。だから結局問題文の事実関係読んでね対立利益をこう発見抽出するっていうそういう気持ちがない人のね答案なんですよね。だからその視点持ってたらこんな答案絶対できませんから、こんな答案書くわけありませんから、だからそういう目でしっかり見てほしいなっていうふうに思いますね。そしてですね3ページの一番下見てください。3ページの一番下括弧3、憲法上の根拠を十分明示しながら X 大学の主張ね、まあ、要は大学の自治ですよね、を論じた答案の多くは決定 ① ② で、今日は今決定 ① の話をね助成金の不交付決定の話してるんですけど、決定 ① のまあ個別の論点についても Y 教授の権利との比較考慮ね、とにかく法律憲法も含めて論文試験っていうのはね事案見てね対立利益の発見抽出とその適切な考慮する能力があるかどうかっていうのを問われてますので、最終的なこの比較考慮、ね、をすることになります。でこの枠組み立てるときは各科目の基本知識を踏まえて、ね、立ててほしいわけね。
というわけでこの比較考慮の適切な判断ができていたみたいな感じで、まあ、こういう筋の答案を書いてくれるといいんですよね。だ全てちゃんと基本的な法的思考能力が身についているとね、多分おのずとこういう答案を作っていくはずなので、まあ、もしねそういうのなんか今まで発想がなかった人はこれをきっかけにね、あとにかく論文試験というのは問題文の事実関係を読んで対立履歴をこう発見抽出してね、それを適切に考慮するための枠組みを立てて、それを当てはめすることをね、それが求められてるんだってことをよく理解してほしいんだよね。でその枠組みを現代文の国語の作文じゃないからね、ちゃんと基本知識、各科目の基本知識を踏まえて立てていかないといけないから、だからねインプットの勉強しないといけないんだよね。さてで今度ね4ページ見てください。4ページのね真ん中辺のところのカッコ8のところなんですけども、ちょっと答案のテクニック的な話になります。こちらは4ページの真ん中辺のカッコ8のところなんですが、まずは設問1でさ、X 大学の立場から説明するでしょ。今回の助成金の不交付決定がだから憲法に適合するって言うわけですよ。で一方 Y 教授の立場からは、まあ、それが多分違憲っていう感じになると思うんですよね。でそれで争点が形成されますから、でしかも一応各人、まあ、ちゃんとね今までの過去問の傾向、採点実感の傾向からすると一応各主張が、まあ、ちゃんと判例とか主要な学説を理解していることを前提にこれ出すってことになってるから、まあ、それね相当ねこう悩みが出てくるはずなんですよ。だってそれぞれこうさ、今回だったら X 大学はこれ合憲って言うでしょ、 Y 教授これ違憲って言うでしょ、でそれぞれそれなりの根拠を持ってるはずだから、このあなたの立場のところはこれ相当悩みが出てくるはずで、でその悩みを素直に書いた答案が一番点数もらえるんですよね。ところがですね、これ悪い答案の例なんですけど、いずれにおいても第三者的な立場から論じた結果、本問における問題点が不明確となり同じような議論の繰り返しを展開していた答案が見られたって話になります。実はこういった一つの憲法問題を設問1設問2でこのね当事者の立場をこう違えてですねこう聞くっていうのは平成29年以前の司法試験ってそうしてたんですよ。でその設問形式の弱点って、まあ、ここでなんか似たようなことの繰り返しになっちゃうって、ね、ところがあって、でこの同じような指摘が実は29年以前ずっとされてたんですよね。でそこで平成30年からそういう重複記載をおそらく避けさせようと思ったのか、その設問分けなくなったんですよ、まあ、必要に応じて反論しろみたいな、まあ、そんな感じになったんですけど、でもおそらくねそれで29年から令和3年までねそういった形でやってたらね、6スポ反論しないまま自分の言いたいことだけをもう延々と書いてね、もう何の深みもない今度そういう答案ができるようになっちゃったから、そこでねまた戻したんだよね。だから試験構成も試行錯誤してるわけ。結局どういう形式にすればその受験生の真と憲法の力を測れるかってことで、まあおそらくねこう試行錯誤してる過程なんですよね。だからこれまたしばらくさ、まあ今この形式にするでしょ、でまた29年以前に戻るでしょ、こんな感じでまたね変えるはずなんですよ。これどうしたらまあよりねその受験生の能力を適切に測ることができるかという形でね、また変わると思いますよ、設問形式のところはね。でちなみにね同じことの繰り返しになっちゃって原因はもうはっきり明確で、結局ね理解基本知識の理解がないから各自の立場から説得的な立論ができなかったんですよね。だそういうことである意味そのネタがないんですよ、受験生の頭の中で。だからこの三者の立場で結局同じようなことを書くことになっちゃうと思うんだけど、ちゃんと憲法のインプットの理解ができてる人っていうのは各自に最大限有利なその主張がちゃんとできるんですよね。でその最大限有利な主張が両方から出てくることによって本当にじゃあ結論どうなるかって相当頭を悩ますはずなんですけど、そういうのってねやっぱりちゃんとインプットの勉強しっかりやってる人じゃないとそういう探偵作れないんですよね。でそれに関連いたしまして9ページをご覧ください。今の話に関連いたしまして9ページの一番上カッコ7のところが今の話になります。今の話に関連して9ページの一番上です、カッコ7、これが大事になりますね。今日の憲法の一番のメインのところになります。これで今日憲法やめますからね、ちょっと時間が押してるんでね。でそこでカッコ7、 X 大学 Y 教授それぞれに言い分があり難しい判断を迫られるところがあなたの立場であるはずだが、この点の悩みが見えている答案は少なくね、淡々と結論を導いている答案が多かったということね。でこの中央つけてきました。実は同じことね過去にも言われてるんですよこれで、この中のところなんですけど、憲法の論文試験は問題文丸に登場する対立当事者双方の主張にね、いやこれ問題文丸にじゃない、問題文2ですね、問題文にひらがなの2です、これちょっと変換ミスがあってすいません。問題文に登場する対立当事者の双方の主張にそれなりに憲法上のまあ根拠ね、まあ、判例学説があることが前提とされていますと。これ過去問の傾向からそうなんです。で、双方の主張を踏まえて形成された憲法上の争点について、まあ、受験者自身の見解をどのように展開するべきかについて、これ相当の悩みがあるはずだったことね。
まあ、要は X の主張も Y の主張もさ、それぞれそれなりの根拠があるわけだから、訴訟でさそれ認められると、勝訴それぞれがもう勝訴してもおかしくないような主張が出てるはずだからね。だから本当に最後自分のところどうするかって、結論どうするかって相当悩むはずなんですよ。でその続きのとこです。で悩みを見せられない答案を作成してしまうのは、重要な憲法判例や基本的な学説の理解ができていないため、問題文の当事者の主張が憲法的な意味が理解できていないことに起因する可能性がありますね。で次の段落、この点に関して平成20年の司法試験の採点時間でも同じようなことが書かれてまして、この点に関しての2行目からいきましょうか。鍵括弧の中です。法令や処分の合憲性が問題となるときには、原告被告双方の主張はそれぞれ相当な根拠があり、結論をどうするか相当に頭を悩ますのが通常であると。で悩みが感じられない答案とは、真に解決されるべき論点にまで議論が深まっていない答案なんだということね。まあ、要求されるのはパターン化した思考ではなく、事案についての適切な分析能力や柔軟な法解釈能力だって形でね。だから延々と同じことが繰り返されてるんですよね、こんな感じで。だからまた、まあ、今回の形式の、まあ、弱点っていうのはさ、まあ、ちゃんと憲法の学力がある人だったらさ、まあ、交際員のお眼鏡にかなったようないい答案書けるんだろうけど、でもまあ少ないと思うんですよ、そういう人はね、相対的にね。だそうなってくると結局似たようなことをさ、 X の立場と Y の立場とあなた自身の見解のところで、まあ、似たようなことを書き始めちゃうから、でそうなってくるとまたね、説問の形式変えてきますよ、午後のところね。まあ、そんな感じだと思います。だからまあ話戻すと、あの説問の形式の変化にね、あのもう必要以上にあの振り回されないってことが大事だと思いますね。もう究極の力っていうのは、問題文をこうちゃんと読んで分析してね、対立益発見抽出して、でその各科目 その、ね、適切な枠組みっていうのがありますから、まあ、適切な枠組み定立してちゃんとね、その利益考慮する、で妥当な結論を出すっていうところね、そこの力を身につけていってもらえるのがね、一番いいんじゃないかと思いますね。じゃ あの憲法こんな感じで終わりにします。じゃ今度ね、行政法に行きましょう。問題文見ていただけますかね。行政法はね、今後のちょっと勉強の仕方を、なんか示唆するようないい問題になっていると思いますね。最近の試験の傾向をうまく表すような問題になっていると思います。問題文冊子を見てください。問題文レジュメですね。でちょっとペラペラめくっていただけると、ちょっと投資番号ついてなくてすいません、あの憲法の後に広報系第1問の後に広報系第2問というのがあるんですが、これがあの行政法になります。でここではね、ちょっと今後の試験対策上どうすればいいのかね、ちょっと時間の都合で中身に踏み込めないんですけど、どういう勉強しておかないとその、ね、対応できないのかということで、ちょっと見たいと思います。4ページを見てください。4ページ、あ、すみません、 R4-2 ページね、ちょっと今変なページにしちゃった。 R4-2 ページです。今行政法のところを見てます。で設問1をちょっと見てほしいんですよ。R4-2 ページの設問1 でこんな感じ、B 県知事が A に対し本件申請にかかる許可をした場合を想定して以下の点を検討しなさいってことね。で何聞いてるかというとね、ちょっと今日はちょっと事案の詳細踏み込んでる時間がないので大雑把に言うと、括弧1は原告適格、あの取り消し訴訟のね、処分の取り消し訴訟の原告適格の話があの聞かれてますね。まあ、特にあの処分の名当てにじゃなくて、あの第三者のね、原告適格のところが問われてます。そして今度括弧2なんですが、2行目あたりかな、F に訴えの利益は認められるかってことで、これ一応公学上ね、あの協議の訴えの利益っていうふうにあの言われるものですね。まあ、広い意味で訴えの利益って言っちゃうところは、あの確認訴訟の確認利益とかそういうのも全部含んじゃうんで、あのまあ一応公学上、学問上ね、その、取り消しによってね、その法律を回復すべき利益があるのかっていう意味でのその訴えの利益のことをあの、まあ、指すときはですね、協議の訴えの利益っていうふうに言うんですけど、まあ、説問の内容化すると、この説問1の括弧には、まあ、協議の訴えの利益が聞かれてるってことが理解できると思うんですよね。でこれに関してね、どういう問題が出されてるかと言いますと、あのちょっとページめくってね、次のページ見てください。 R4-3 ページなんですが、でここをね、見ることによって今度の試験のためにどういう対策をすればいいかってことがよくわかります。ここのところね、逆に言うとここを理解してないと勉強の仕方をあの分かんないまま本番の試験迎えてひどい目に遭うと思うんですよね。でそこで、ちょっと見ていきますと、あで司法試験の場合必ずね、行政法って会議録がついてるんで、説問に直接答えるんじゃなくて、この会議録の指示誘導に従いながら説問に答える感じになるんですね。だからよく問題文で問われてることを理解しておかないと、あのまあうまく台に乗った答えが書けないんですよね。あで皆さんに問題です。なんでそういう複雑なあの問題にするんでしょうねっていうとね、あのさっきの憲法と一緒、あのパターン化されないため結局論証パターンの貼り付けを嫌うんですよ、どの科目の先生でも。よく書いてあるんです、採点実感にずっと過去から遡っていくとね。なので、まあ、その典型的な論点を、まあ、結構出されるんだけど、論文試験では。でもそのパターン化
されないためにね、それで毎年毎年ね、出題形式、設問形式、工夫してるんですよね。まあそういうことなんで、やっぱここをしっかりね、指示誘導されてることを理解して、で、ストレートにそこに答えていかないと、結局パターン化した答案をね、あ、原告定格が出たから、じゃあ論証パターン貼り付けてやろうみたいな、そんな感じになっちゃうと、結局、出題者の意図に沿った答案作れないんですよね。だそういうことをさせないようにするために、毎年設問形式工夫してるので、まあそういうことなんで、なんかパターン化するのはね、正直諦めた方がいいんじゃないかと思いますね。まあ自分が受験生の時ももう諦めてましたから、パターン化するってことはね、真の力を身につけていくはさ、基本的にはだって試験で相対的だから、絶対値で見た時に完璧にしなくても受かるんですよ。他の受験生よりちょっとマシなこと書けば受かるわけでね、だいたい満点基準にした時にね、司法試験でも予備試験でもだいたい半分ぐらいの点数を取れれば合格できるんです。法務省で合格者の点数出してるからね、まあ、忙しいから皆さん無理して見なくてもいいですけど、まあ、私は一応こう教える立場でそれ見るんですが、満点基準にした時に大体半分ぐらいの点数、論文試験だったらね。で、そういうのを考えた時にね、そんな完璧目指さなくてもいいんですよ。ちょっと人よりいいことを書ければね。で、そのちょっと人よりいいことを書こうとした時にね、論証パターン貼り付けるって発想良くないと思うんだよね。まあそれは何でかというと、出題者の意図に逆行しちゃうから。であればね、もう基本知識を踏まえてね、素直にね、自分が思ったことを書いた方がいいんですよ。で、それで大体半分ぐらい取れるはずですから。だからそういう勉強してほしいなと思いますね。さて、じゃあそんな中でね、ちょっと会議録を見ていきますとね、R4-3 ページの担当課長というところなんですが、本件申請に係る許可の申請にあたり、 A の開発行為に関わる紛争発生時における B 件の対応戦略どうたらこうたらなんだけどね、結論から言うとね、今回ね、森林の開発許可の取り消し訴訟のその第三者の原告定格に関して、ある判例を参考にして検討することが求められてるんですよ。そしてその判例というのが、このね、発言で言うとね、担当課長と法務室長の発言が続くんですけど、4つ目の発言ですね、これ2人合わせて4つ目の発言なんですけど、こんな感じです。法務室長で始まってますが、開発許可が処分であることは明らかですので、論点の一つは E および F に原告定格があるかですと。で、この点は、ゴルフ場建設に関わる開発許可の取り消し訴訟に関する最高裁判決ね、平成13年3月13日、を参考に、E と F の各々について検討することにしますということ で以上終わりなんですよね。指示誘導がだから、はい、皆さん、これどういうことを事前に準備していかなければいけませんか、こういう問題出されたらっていうと、この平成13年判決がどういう事案のもとで、まあ、どういう判断をしたのかってことをちゃんと理解しておかないといけないんですよね。で、これ結構重要判例なんですよ。基本的には判例百選にも載ってますし、あとどこの予備校でもね、ちゃんと教えてるはずなんですよね。私も教えてますので、そういう重要判例に関しては、やっぱその、まあ、事案の内容と、まあ、その最高裁がじゃあどういうその判断をしたのかね、まあ、そういうところを見ていかないといけないんですよね。まあ、結論から、この13年判決というのは、ゴルフ場の開発許可の取り消し訴訟の、その第三者の原告定格が問題となった事案なんですけど、そのね、まあ森林が開発されるとね、やっぱその保水能力とかが落ちますので、まあ、大雨が降った時に土砂崩れとか、まあ、いろいろこう災害が起きるじゃないですか。で、そういう時にね、その土砂災害等からですね、その人の生命やその、ね、身体、そういったところをこう、ね、保護する利益っていうのは、これ処分の根拠法令から読み取れるんだけど、その土地の所有権みたいな、そういった財産権はね、そこはちょっと読み取れないみたいな、そんな感じのことを言ってるんですよね。で、今回これ2人登場人物がいるんですけど、まさにその生命身体害されそうな人と、別にその下流に住んでるわけじゃないから生命身体害されないんだけど、土地を所有してるんですよね。だからまさにその土地所有権が害される恐れがあるような人ね。あとちょっとこの判例の事案とプラスして非侵害歴増やしてるんですけど、その土砂崩れが起きそうなところをちょっと川が通ってるんだけど、沢が通ってるんだけど、その沢をですね、この水道の水源にこう使ってる人がいるんでね、そういった水道の利益ってのは果たして保護されてるのかってことで、ちょっとおひれをつけてね、判例の事案にプラスして非侵害利益をプラスしてるんですけど、まあ、そこは多分応用力だと思うんですけど、まあ、それを念頭にね、この非侵害利益をそれぞれね、特定して、この2人の非侵害利益を特定して、でこの処分の根拠法である、森林法が果たしてこれ保護していると言えるのかね、そういうところをこう分析することが求められているって話になってきますね。っていう感じなんですよね。だからこれ事前の勉強、大事な判例は事案とその判死のポイント、そこは押さえていかなければいけないってことね。で、この傾向ね、ここ数年続いてるんですよね。これ今令和4年の問題見てますけど、令和3年もこんな感じで、もう判決の年月日だけしか書いてないのね。で、それ踏まえても立論しろみたいな感じになってくるから、大事な判例を今みたいに事案とその判死のポイントをちゃんと押さえておかないと、もう手も足も出ないみたいなね、もう全くこう答案書けないような感じになっちゃうので、気をつけてくださいね。
あ、で一応念のため言ってきます。あの判例を参考にして論じろっていうのはどういうことかというと、別に判例に迎合しろっていうふうにあの言ってるわけではありませんから。だから実際この平成13年はね、あの土地の所有権はその処分の根拠法令が保護する利益じゃない、個々人の個別的利益として保護してるわけじゃないっていうのは言ってるんですけど、あの事案が違ってきます。もしかしたらこちらの司法試験の事案は目的を共通にする関係法令が認定できる可能性があるんですよ。あの条例、この市の、ね、独自条例があるんだけど、水源を保護するっていう点でちょっと共通性があるので、あそこだけちょっと見ます。今日ちょっとそういう話する時間がないんでね、ちょっとメインとしては話せないんですけど、 R4-5 ページにこれ森林法ってことで、これ処分の根拠法令なんですよ。開発許可の処分の根拠法令なのね。でこれがどういう利益保護してるのかっていうことで、あの見たときに、5ページの真ん中辺ですね、10条の2の2第2項の2号です。関数字の2ってところ私四角で囲ってるんですけど、水源の寛容の機能から見てどうたらこうたらってあるでしょ。だからある意味処分の根拠法令ってさ、まあ、水源をなんかまあ満たしちゃうよう ような そんなような時には許可しちゃいけないみたいな感じになってるから、まあ、根拠法令って多分水源の利益っていうのをね、これ守ってる趣旨読み取れるんじゃないかと思うんですよ。そして司法試験の事案はこの6ページの方に独自条例があってね、これだからもう判例の事案と違うんだけど、この独自条例第1条、この条例は住民が安心して飲める水を確保するため市の水道水源を保護し、もって市民の生命健康どうたらこうたらってあるんだけど、どうも先ほど の森林法の、ね、処分の根拠法である10条の2の第2項の2号となんか目的共通してそうじゃないですか。だからこれ多分目的を9条2項、あ、急になんか喋っちゃってすいませんね、第三者の原告適格を見るときはね、まあ、結局行政法9条1項の法律上の利益があるかって話になってくるんだけど、特にその処分の7点以外の第三者にそういった9条1項の法律上の利益があるかどうかっていうのは9条2項の判断枠組みに即して検討しないといけないんですよね。でその9条2項の枠組みっていうのは大きな2つの要素をですね、その検討することを要求していまして、一つは処分の根拠法令の文言だけじゃなく趣旨目的ですね。そしてもう一つがその処分において考慮されるべき利益の内容性質なんですよ。でその今の1個目のところなんですけども、その処分の根拠法令の文言だけじゃなく趣旨目的をですね、まあ、検討するときはですね、考慮するときはですね、目的を共通にする関係法令があるときはですね、その趣旨目的をも参酌して大元の処分の根拠の趣旨目的を広げて、その個人の救済に資するような形で解釈をしていかなければいけないんですよね。でそういう点で今回のこの独自条例、ね、ちょっと目的共通するところがある可能性がありますので、であれば9条2項の関係法令になる可能性がありますから、まあ、それを踏まえてその原告定価を考えていかなければいけないって話なんですよね。まあ、そういう点で、まあ、13年判例の事案と同じではありませんので、同じ結論にしろってことが必ずしも求められているわけではないと思いますからね。あと、まあ過去の傾向からしてそうだから、判例にそのままね、従って書けなんて問題絶対出ないから、あくまでも参考にしろって話で、判例の事案とその論文試験の問題文の事案の違いを踏まえて、その違いに応じた文章をね、立論をできるかどうか、まあ、そういうところが問われてるんですよね、結局論文試験というのはね。じゃあ一応採点実感見ていきましょうか。広報系のレジュメになりますね、採点実感。1冊目広報系のとこですね。でね、行政法はね、11ページになります。11ページから始まってます。でちょっと見ていきましょうか。時間の都合でね、本当にもうピンポイントになっちゃうんですけど、採点でまず重視されてることが挙げられてるんで参考にしてください。11ページの縦に採点方針ってとこなんですが、まず1行目採点でね、こう重視されてるところはね、やっぱりこの1行目の俺から2行目にかけてなんだけど、問題文とか会議録中の指示に従ってね、だからさっきも原告提言のところを勝手に書いちゃいけないんですよ。13年判例を参考にして書かないと、結局配点されてる点数もらえないんですよね。13年判例を参考にした立論のところにこう配点がされてますので、指示誘導に乗っていかないとね、勝手に自分で好き勝手なことをさ、こう書いても点数もらえないので、とにかくね、指示誘導に乗るってことなんですよね。でそのためには、はい、皆さんに問題です。指示誘導に乗り方がよくわかりませんって、じゃあ例えばさ、質問してきた人がいたとしたら、それ何が原因ですか、その指示誘導に乗れないのは何が原因ですかっていうと、やっぱインプットの理解が足らないからなんですよね。さっきのだったら13年半でちゃんとインプットで事案と範疇のポイントを理解してれば、あれが何聞いてるかってわかるんですよ、そこのところね。そこでこの指示誘導に乗れませんっていうのは、多分そのインプットが足らないって話で、だから結局さっきの憲法と一緒なんだよね。判例を踏まえて論述ができませんって多分言ってきた人、じゃあそれは何が原因かしたら判例を理解してないって話になってくるから、だから判例はやっぱりね、ちゃんと勉強した方がいいんですよ。あ、で皆さんに問題です。なぜ判例はちゃんと判例ちゃんと勉強しないといけないんでしょうかねっていうと、司法試験でも予備試験でも結局実務化登用試験なんですよね。その実務家って日本の実務家の登用試験なんで、やっぱり日本の最高裁がね、まあ、どういうことを言ってるのかってことは、その判例に従うか従わないかは別として、でも少なくとも判例がどういうことを言ってるかってことは理解した上で、それを踏まえた論述をしないといけないんですよね。
じゃないとほらしょうがないでしょ、日本の司法試験や予備試験としては意味がないでしょ。だからそういう感じでとにかく判例の勉強が大事ってことなんです。どの科目もね共通してます。じゃあね、ちょっと時間の都合で行政法はこれぐらいにしておきましょう。じゃあ今度民法の方に行きたいと思うんですが、問題文の冊子をねちょっと見てください。問題文ですね。で問題文でね、問題文の方でね、さっきのところの続きになります。ペラペラめくっていってもらえるとね、憲法があって行政法があって、でそのうち民事系科目第1問というのが出てきますから、これが民法になります。ちょっとね投資番号は振ってなくて申し訳ありません、民事系科目第1問ね。でそれペラッとめくってもらえると、民法の問題があります。左上に R4 民法って私書いておきましたんでね、 R4 民法で、これはね今日ちょっと時間の都合っていうか、その短い時間の中でじゃあ何がこう皆さんの役に立ちそうなことになるかというと、最近の試験の傾向を理解してほしいと思いますね。でそれによってどういう質の勉強をしていくと、結局本試験で役に立つのかって話なんだよね。なんか自分でなんかさやってる勉強してるつもりがさ、いざ本試験の問題を見た時にさ、いやまずいと、この論点知ってるはずなのにもう全然対応できないみたいな、そういうになっちゃうと困っちゃうから、今の試験がどういうことを聞いてるのか、そしてちょうどいい題材がですね、この設問1の括弧1なんですよ。94条2項の類推聞かれてるんですけど、予備校の論証パターン集知ってるだけでは、キーワード知ってるだけでは全然もう歯が立ちません、この問題ね。でそれでじゃあどういう質の問題が出てるのかってことで理解をして、で日頃のインプットの勉強もそれに合わせた勉強すればいいんです。大した話じゃないから、その合わせた勉強すればいいだけだからね。でそういうことで見ていくと、事実1って書いてあるところありますよね、縦1、個人で事業を営んでいる A はその所有する公土地を売却することにしたんだと。で縦2のところね、で不動産取引経験がなかった A はかつて不動産業に携わっていた友人 B に公土地の売却について相談をしたということですね、で弁済によって非担保債権がすでに消滅した抵当権の設定登記が残ってたんで、B は公土地に売却先を探してみるが、その前に抵当権の登記を抹消してあげようと申し出で、 A はこれを了承したということになります。94条2項の類推の話なんでね、A と B と C が出てきますから、C がその第三者ね、A が元々の真の権利者で、 B がその中間に入る人 でその後 C がね第三者として出てきますから、でそこで事実2を見てください。事実2のね、縦4からでいいです。令和2年のですね4月2日、 B はだこれ中間者の人ね、B は A に対し抵当権の抹消登記手続きに必要であると偽ってね、所有権転登記手続きに必要な書類等の交付を求め、で A は B の言葉を信じてこれに応じたと。で B は A が公土地を B に3500万で売却する旨の契約ね、契約丸1が成立したことを示す売買契約書を偽造し、で同契約書と A から受け取った書類等を用いて、で次の行、抵当権の抹消登記手続きと、あとねそこから A から B への所有権移転登記手続きをしたってことね。抵当権の抹消登記は頼まれてたんだけど、 A から B に所有権移転登記することは頼まれてないんで、これ勝手にだから B がやっちゃったんですよね。というわけで今 B は、実際に AB 間で売買の意思表示があったわけではありませんし、勝手にやっちゃってるんで、 B は今土地について無権利だという状態になってるんですよね。ただ登記だけが、所有権の登記だけが今 B の元にあるという状態になってますね。だから虚偽の外観が今できてますね。でそんな中で次のね縦語です。令和2年4月20日で、この B ね中間者の人です。B は公土地を4000万円で C ね、これが第三者になりますね、C に売却する旨の契約丸2をね、C との間で締結で、 C は契約丸2の締結にあたり公土地の登記記録を確認しね、 B が公土地を短期間のうちに手放すことになった経緯につき、B に尋ねたところ、この辺のところはね結論から言うと、本件の事案はちょっとね本人の奇跡性が小さいので、それとのバランスを取るために第三者の保護要件をね、条文の文言の全要件よりもちょっと過重して無過失までの要求すべき事案なんですよ。対立利益の発見抽出とその適切な利益考慮をする、その考慮をするって観点からすると、本人の A さんの落ち度が低いんで、それとバランスを取るために第三者の保護要件を利益考慮上過重すべき事案なので、善意だけじゃなくて無過失まで要求されるべき事案なんですね。でその無過失の判断に影響する、当てはめるところで影響する事情が、ね、今書かれているようなそんな感じですね。そういう中でね、縦後の下から3行目のところ行きましょうか。B が公土地を短期間のうちに手放すことになった経緯につき、 B に尋ねたところ、B は知らない人と契約を交わすのを不安に感じた A の意向で、一旦友人である自分が所有権を取得することになった旨の説明したということね。で縦6で、C から B への代金全額の支払いと公土地につき、 B から C への所有権移転登記がされたって話ですね。でこれで説問1の括弧1見てください。以上前提にしてですね、 C がちょっとこれ線引くの忘れちゃったんでね、すいませんね、説問1の括弧1ね、 Cが A に対して公土地の引き渡しを請求したと。でこの後、A はこれを拒むことができるか論じなさいということで、こういうことが聞かれてますね。だから結局権利の移転がね、ちゃんと
市の方に市の方で権利取得ができたのかってところが中心争点になるんで、まあ、94条2項のね話になると思うんですよね。でそんな中でね、採点時間をちょっと見てください。で最近ね、この94条2項の類推がどういう質で出題されるのかね、でそれが理解できると日頃の皆さんのインプット学習もじゃあどういう質でやればいいのかっていうところが分かると思うんですよ。でそこで今度冊子がね、採点実感レジュメ2冊目括弧民事系です。2冊目括弧民事系でそれのね2ページですかね、2ページで、あそうだ、で民法ちょっと大事な話があってね、2ページの縦に採点方針の下から2段落目、まあ、上から3段落目ですが、さらにっていうところ、ここすごい大事なんですよね。このね2ページの縦2の3段落目さらにの段落なんですけど、複数の論点に表面的に言及する答案よりも特に深い考察が求められている問題点について緻密な検討し、それらの問題点の相互の関係を異を払う答案がこれ優れた法的思考能力を示していることが考えられることが多いと。そのため採点項目ごとの評価に加えて答案を全体として評価し、論述の緻密さの程度や構成の適切さの、まあ、程度に応じて点を与えることにしたと。でこれらによりある設問について法的思考能力の高さが示されている答案には別の設問について必要な検討の一部が、まあ、なくね、まあ、しょうがないんだよね。あるところをなんかその事案踏まえてさ緻密な検討しちゃうと時間がそこでねやっぱこう使われてしまうんで他のところ書けなくなりますから、まあ、当たり前のこと書いてますからね。あるところ結局法的思考能力を駆使して深い検討できる人って学力あるから時間があったら多分ねあの他のところもちゃんとできる可能性高いんですよね。でも実際試験って時間限られてるんで、まあ、こうなっちゃうんですよ、しょうがなくね。でその続きです、まあ、ある設問について法的思考能力の高さが示されている答案はにはね別の設問について必要な検討の一部がなく、そのことにより知識や理解が一部不足することが、まあ、仮にね伺われるとしてもそのことから直ちに答案全体が低い評価を受けることにならないようにしたってことになるから、でここすごく大事で、やっぱりその、まあ、民法なんかね、まあ、他の項目でもたまにありますけど、あの多論点がたくさん論点がねこう、まあ、問題になるような時があるんですよ。でそういう時になんか表面的に一つ一つの 論点をさなんか事案無視してなんか抽象的な話ばっかりしてもね意外と点数伸びないんですよね。要はそのある意味論証パターン集を貼り付けたような、まあ、答案なんか作っちゃっても事案の処理ができたことにならないから、あの担当試験じゃないからね論文試験ってね、そのやっぱり設定された事案を適切にこうね利益調整できるかどうかってそういう能力試されてるんで、まあ、そういうなんか浅い答案ってあまり点数伸びないんですよ。だからそういう点で深い検討するってことでね、やってほしいなと思うんですよね。まあ、ちょっとこれ一般的な話なんですけどね。でちょっとね先ほどの94条2項の類推の話に戻したいと思います。でそれがこの採点時間の3ページになりますね。民法の採点時間の3ページのところですが、括弧1のあの括弧はの2個目のブロックを見てください。まあ、まず丸1で始まってます。丸1括弧ね、あこの中は私が勝手につけました。まあ、丸1ね、問題の基本構造の把握においては無権利者からの譲り金は権利を取得することができないのが原則であるところね。だからさっきの B さんですね、真ん中の人 B さん別に A から土地買ったわけじゃないですから、勝手に売買契約書を偽造してあの A から B に登記を移しただけですからね。まあ、そういうことで、無権利者からの譲り金は権利を取得することができないのが原則、あであの答案ではちゃんとこの原則論を示すのが大事だってことをまず言いたいですね。ここのところね当たり前だと思ったら端るんじゃなくてちゃんとこう原則論は示してください。でその後ねその例外として民法94条2項の類推適用の可否が問題となるあることね。で丸2については本文のように本人が虚偽の外観作成に直接関与していないけどその原因を与えていたその類型ね、でこの外観要因型って書いてあるんだけどこれはちょっとね本によってね表記の仕方が違うので、まあ、必ずしも無理して真似しなくてもいいんですけど、まあ、一応こう94条2項類推の事案で結局ですね結構 学者の先生ってのは理論的に整理したがるんで、まあ、こう類型ごとにこう、ね、あの整理するんですよ。で一つがその真の権利者の意思の内容と最終的に第三者が信頼した外観の内容が完全に一致しているパターン、そういうのをね、まあ、外形意思対応型、あるいは逆の言い方しますね、あの意思外形対応型、まあ、どっちでもいいんですけど、とにかくその真の権利者の意思内容と最終的に第三者が信頼したその外観の内容がこれ完全に一致しているときですね、これはその意思外形対応型あるいは外形意思対応型ってなるんですけど、この場合はね、まあ、基本的に条文のその類推適用するときに条文のね文言通り第三者の合憲善意で足りるって言われてるんですよ。でそれに対して意思外形非対応型というもので、まあ、例えばあの本人はね例えば、その虚偽のね仮登記をすることについてはまあその認識はあったんだけど勝手にその中間者が本登記に改めてでそれをその第三者に売ってしまったと。でその第三者が信頼した外観っていうのは本登記なんですよね。でもその真の権利者って別に本登記の意思はもう持ってなかったんで、でも外観作成する意図はあったんですよ。で落ち度はあるわけ、自分の権利を94条2項類推によってね第三者の関係で喪失利益効率上喪失させるだけの、そういった利益状況は十分
あるようなところなんだけど、ただ先ほどの完全に対応している事案と比べるとちょっと本人かわいそうなところがあるから、対立利益を適切に調整するって観点から第三者の応用権を過重するんですよね。でそこで条文上善意っていうふうになってるんだけど、それだけじゃなくてその無過失まで要求するっていうことになってきますね。そしてこの外観要因型っていうのはね、意思外形非対応型の応用ですね。これは特に有名な最高裁の平成18年判決をこう想定した類型だと思うんですけど、本人はねもう全く外観の認識がないっていうケースがあったんですよ。外観のその存在に関して一切認識がない。さっきのさ仮登記事案と違うんだよね。仮登記は一応仮登記の認識を持ってるんですよね。でそれを勝手に本登記に改めたっていう時に、まあ、そこで一応それでも落ち度は自分の権利を失うに値するだけの奇跡性はあるんだってことでね、まあ、それを前提にでも第三者の応用権をちょっと過重することでバランス取ってやるみたいな感じになるんですけど、本人が全くその外観の作出について意思がまあ全くないような時にもあまりにもですねその外観作出についてこう、まあ、落ち度が大きい、つまり著しい不注意があるような時は利益考慮上ね第三者保護とのまあ関係でこれ本人やっぱ不利益を受けても仕方がない時があるんじゃないかって話になってくるんですよね。でそんな中でまあ平成18年判決がですね、まあ、全く本人が外観存在認識していないようなケースで、その94条2項類推してますよね。でそういうのを外観要因型って言いますね。というわけで94条2項の類推の話っていうのは、まあ、どういうふうにじゃあ事前の段階で理解しておけばいいかというと、大雑把に言うととにかくね意思と外形が対応しているケースとそれが対応してないケースなんですよ、大雑把に言うとね。でその意思と外形がおそらく対応してないケースの中に多分外観要因型っていうのがこれ入ってくるんだと思うんですけど、まずは大雑把に言うと意思外形対応型、これは普通に第三者の応用権は善意になりますと。でその非対応型からバランス取るために条文上にはない無過失まで要求していくって話なんだよね。でその意思外形非対応型を緻密にまた分析していくと、もう本人の、その意思が全くもう関与してないようなね、平成18年の最高裁みたいなの事案があるんだけど、そういうのをまあ工学上、工学上っていうのは学問上っていうのと同じ意味なんですけど、まあ、工学上は外観要因型みたいなそういう言い方をすることもありますよみたいな感じなんですよね。というわけで、はい、これがだからね最近のやっぱ指数ってこんな感じなのね。予備校のさ94条2項のほら論証パターン集を覚えてるだけじゃしょうがないでしょ、ね、こうやっぱ事案も踏まえてなんだよね。結局のところ事案も踏まえて、そのどういう処理がね妥当な結論として妥当な結論なものとしてこう、まあ、処理がされてるのかと理解しとかないと応用できないのね。でこれはもう今日余談になりますけど、これ18年の最高裁の事案に似てるんだけど、本人の、ね、落ち度が、ね、18年判決と比べてあんまりないんですよね。だからおそらく94条2項の類推が否定される可能性が十分あるような事案でした。そこが応用ですね。18年の事案と共通点は本人が外観の存在を一切認識してないんですけど、事案がだいぶこう違ってて本人の落ち度がちょっとこう権利を失うに値するだけの落ち度があるかなというと、ちょっとそれを認めるとかわいそうな、まあ、事案なんでね。あでそこちょっと触れておきましょうか。そこだけですね、それに関してはねどこだったかな、ちょっと時間の関係ですぐ見つからなかったらね、ちょっと話す予定がなかったんでね、すぐ見つからなかったらやめときますけどね、なんかねあったあったあと4ページのね一番下のブロックかな、4ページの一番最後のブロック丸3で始まってます。丸3括弧この中は私がつけてますから、中本文への当てはめと結論の提示については、今ね4ページの一番下のブロックですね、4ページの一番下の丸3で始まってるところですけど、丸3括弧ね中本文への当てはめと結論の提示については、所有権移転登記それ自体に A が意思に基づく関与したわけではないこと、売買契約書は B によって偽造されていること、 B によって作成された虚偽の外観が A が是正する契機も見出せないこと、ここが18年判決と違います。是正の契機が、ね、18年はあったんですよ、あの事案だけど、今回の司法試験の事案はその真の権利者がその、ね、中間者の B がいろいろ勝手なことやってるんだけど、それは、ね、どうも是正する契機がなかった。あとその、ね、いろいろその悪いことやってる期間が短かったの、2週間足らずで、ね、あっという間に登記移転して C の方に売却しちゃってるから、その日付がさっき書いてあったでしょ、設問1の括弧1の事実関係に、あの日付も結構大事だと思うんですよね。2週間足らずのうちに、ね、A のところにあったの登記を C のところに移転しちゃってるから、でしかもA は不動産取引の素人で、 B は不動産取引経験があるし、かつてあった人で、そこ信頼して頼んでるんだよね。でそうなってくると2週間ぐらいのところだったらさ、じゃあ登記の話どうなってますかとか、そういう問い合わせを A がしなくても仕方がないんじゃないかと思うんだよね。まあ、そういうとかいろんな事案があって、まあ、とにかくねこう平成18年の事案と司法試験の事案だいぶ似てるんだけど違うところがあるから、そこを踏まえてね妥当な結論が図れたかって話なんですよね。で、まあ、話を戻すとね、こういったさ緻密な分析をすると他の論点を落としてもさ別にそこは不利益にならないっていう
話なんですよ。別に全部の論点書く必要なくてね、こういった大事なところの論点しっかり書けば、まあそれで全然ね、マイナスにならないわけですから、まあそういうところでこう勝負をしてほしいっていうところはあるんですよね。細かいところ何でも書くっていうよりはね。だけど前提としてこういうところでさ、しっかりした勝負するためにはインプットちゃんとやっていかないといけないから、やっぱり94条2項のね、あの論証パターン数知ってるっていうだけじゃなくて、やっぱ判例の事案ですよ。あ、こういう事案のもとでね、あ、こういう判断してるんだなっていうところも踏まえて勉強していかないといけないのかなって思うんですよね。だからこの点さ、判例が大事だっていうのはほらもう今日共通してますよね。憲法、行政法、そして今、まあ、民法の話になりますけど、全部共通してるんですよね。というわけで、ね、しっかりと判例を勉強してほしいなという感じになります。さて、じゃ今度ね、商法いきます。問題文の冊子ですね。で、問題文の冊子でね、ペラペラめくってってもらえるとね、またこれ投資番号ついてなくてすいませんが、あの民事系第二問っていうのがあの商法ですから、民事系第二問商法ね。で、あ、そうだ、ちょっとね、採点実感と関係なしに大雑把な話をしていくと、司法試験って商法 の設問毎年大体3問ぐらい出るんですよ。ちょっとページめくってもらって R4 の -1 ページのとこなんですけど、一番上には配点割合が書いてあります。で、一番上ね、35、35、30ってなってるわけなんですけど、でこのね、一番最後の30がね、今年初めて司法試験で、あの商法のね、あの会社法の相続の分野からの出てきましたね。まあ、予備試験なんかはもともと論文試験で、別に普通にね、あのもう会社法の相続どころか、もう商法点からあの、まあ、試験出してるんで、あと担当試験がそもそもありますんで、あのそういうところ勉強してるんですけど、司法試験ではね、論文試験では今まで会社法の相続規定、会社法の相続規定っていうのは、あの商法点の、ところと同じような似たような条文が あることが多いんですけど、まあ、今までね、司法試験で出してなかったんですよ、論文試験では。だけどね、今回初めて出してきましたね。まあ、会社法に関することだけどね、会社法のまあ相続的な規定なんですけど、まあ、そこから初めて出してきました。だから、まあ、予備試験合格して司法試験受けた人は別にその大したことじゃなかったと思うんですけど、まあ、司法試験の勉強しかしてなかった人はちょっとこの設問さんはあの厳しかった可能性があるんですよ。だけど、あの配点割合 100のうち30なんですよね。で、実際満点基準にした時に半分ぐらい取れれば、まあ、十分合格できるので、そういう点ではね、まあ、その会社法のところの設問と設問にもしっかり、まあ、取ってもらえれば、まあ、この年受かることは可能だったと思いますね。ただやっぱりその相続的なところもやっぱり出すんだってことがあの分かったんだったら、余裕があったらちょっと勉強しておくといいんじゃないかというふうに思いますね。予備試験の受験生は心配ないのね。そもそもあのそこ勉強していかないと受かんないと思うから、予備試験にね、担当試験で出てますから、論文試験で出てますから、予備試験の人は心配ないんですけど、まあ、特にあの予備試験を全くやってなくて、あの司法試験だけ受ける人は、まあ、ちょっとね、余裕があったらね、ちょっと商法とかその会社の相続のところでもいいから、あのちょっと勉強しておくといいかもしれません。で、ちょっとね、中身入っていきましょうか。で、今日はピンポイントでね、2ページ R4-2 ページを見てください。皆さんもご存知かもしれませんが、あの経営判断原則ね、役員 の責任追及、ね、423の1項のさ、役員 の会社に対する損害賠償責任の話があると思うんですけど、でその成立要件の一つで、あの任務形態というのがありますよね。で、その任務形態の内容というのは、はい、皆さんに問題です。あの会社法を勉強しているときに、あのどういうふうに整理されてますかね。その423責任のさ、要件の一つの任務形態というと、まあ、例えばその全館注意義務とか忠実義務みたいなね、そういった一般的な注意義務にまあ違反するようなこと、それも任務形態の内容になりますし、あと結構会社法全体的にあの見ていくと、まあ、例えばほら利益相反取引をあのするときは、まあちゃんとこうね、説明したり、あの承認得ていかないといけないみたいな感じで、取締役に対して個別の義務を課しているようなときもありますよね。で、その個別の義務に違反したこと自体もあの任務形態になるんですよね。で、そういった個別の義務規定違反のときは、別にわざわざあの全館注意義務とかあの忠実義務とか出す必要はありませんので、その個別の義務規定に違反したことを指摘して、それが任務形態になるんだって形でやってほしいんですよ。で、ちょっと話を戻しましょう。ちょっとこう今話がそれちゃったんだけど、今回ね、その一般的な注意義務違反、まあ、つまり全館注意義務とかその忠実義務のまあ違反がね、まあ、任務形態として認められるかって話なんだけど、経営判断原則がちょっと問題になるような事案出してきたんですよ。で、その時によくまあ予備校の論証パターン集なんかでさ、まあ、経営判断原則の一応判断枠に多分書いてあると思うんだけど、あれ丸暗記しててもね、やっぱ対応できない問題出してきたんですよね。まあ、全科目的にまあそういう傾向なんですけどね。で、これどういうことかっていうと、ちょっと採点実感見ていきましょう。経営判断原則がね、どんな形で聞かれたか、これ設問2の話なんですね。で、民事系採点実感2冊目、採点実感レジュメの2冊目の民事系の、15ページをご覧ください。あ、で、先にちょっとここも一般的な話をちょっと一言させてください。15ページにね、あのタイトルとしては採点実感商法ってあるんですが、それのね、縦に採点方針および採点実感というところの2段落目ですね。
ここだけちょっとご紹介しておきます。その際にという段落なんですが、論点について過不足なく論述されている答案や、まあ、多分こんな答案あんまりないと思うんだけどね、この後だね、皆さんの原始的な答案でこっちになると思うんですけど、論述に多少の不足があってもね、総じて論述が、論理的である答案とか、制度の趣旨等に照らして条文を解釈している答案、これで条文解釈の姿勢が大事だったのはもうずっと多くの科目でずっと言われていることなんでね、ここは本当に大事なんですけど、まあ、条文を解釈している答案、そして事案に即して具体的な検討がされている答案ね、さっきの民法もそうでしょ、ほら94条2項類推のまあ事案だけど、平成18年の事案とはだいぶ違うところが、似てるところもあるんだけどだいぶ違うところがあると思うんだけど、まあ、そういう事案をね、適切に具体的に分析検討するってことがすごいどの科目でも試されてるんですよね。まあ、商法でもそこは一緒になりますね。でそういうところやっていくと、まあ、一定の高い評価もらえますので、しかも高い評価だからね、ちゃんとね、ここのところね、だいいんですよ、全部書かなくてもね、そこで問題になる論点を全て書こうとするとかえって浅い検討になっちゃってね、あまりいいとかえって点数伸びないので、自分が勝負できるところでしっかりね、勝負していけばいいって話なんだよね。でその勝負するためには、まあ、さっきの民法の話分かりやすかったと思うんだけど、やっぱその94条2項で言えばさ、有名な論点だから誰でも知ってると思うんだけど、事案でそういったさっきみたいな緻密な検討をするためには、やっぱ判例の事案をよく理解してないといけないですよね。判例の事案ってやっぱ違うところをこう作ってきますから、論文試験というのはね、だそういう勉強をしてほしいなと思うんですよね。さて、でその今のね、全館注意義務、任務形態のね、全館注意義務に関してどういうところをひねってきたのかというとね、22ページに飛んでください。ちょっと商法長いんですよね。まあ、長いのはありがたいことなんですけどね、いろいろヒントをくれてるってことだから、将来の受験生に対してね、まあ、ありがたいことだと思ってください。読むのめんどくさがらずにね。で、22ページのところなんですが、設問にの1個目のブロックなんですけど、事業譲渡の事案で、ちょっとね、適切にね、いろいろその資産価値とかを調査すべきような状況があったにもかかわらず、まあ、一定の事情で、その調査しないまま、事業譲渡実行しちゃったんですよ。して結果、そのちょっと会社の方に損失が生じてしまったっていう話なんですよね。でそういう中でのその会社に対する役員の損害賠償責任でね、まあ、任務形態の話になってくるんですけど、でそこでちょっと1個目のブロック見てください。括弧2のあのところですが、設問には事業譲渡の譲り受け会社である母社が、その親会社である公社の圧力の下で、いわゆるデューデリジェンスね、まあ、これ問題文の方に解説がありましたけどね、まあ、一応なんか事業譲渡みたいなことをやるときはね、まあ、いろいろ資産価値とかを適切にまあ調査することをやるんですけど、一般的にはね、そういった話になりますが、そういったデューデリジェンスを行うことなくね、事業を譲り受けたことについて、その母社の代表取締役である G の、ね、会社法上の損害賠償責任、まあ、423の一項責任ですね、まあ、それを問うものだと。で次のブロック、括弧はの一段落目だけで大丈夫です。括弧はで、設問2においては母社の少数株主である J が G に対してね、 G がこの今回ね、事業譲渡、会社に損失を生じさせるような事業譲渡を実行した取締役ですけどね、代取りしてやっちゃったんですけど、G に対して会社法上の損害賠償責任を追及するというものであるから、会社法4231項が定めるね、要件に沿って、G の任務形態責任を検討することが求められるということになります。ただ今回ね、いろいろ親会社から圧力か、本当はデューディレンスしないといけないってことは本人も分かってたんだけど、いろいろ親会社から圧力をかけられてしまったってことでね、まあ、いろんな複雑な問題があったんですよ。そしてその親会社がですね、まあ、今回母社の方が事業譲渡することによって、まあ、損失生じてしまったんですけど、で逆にでも反対当事者って利益が生ずるじゃないですか。でその反対当事者と親会社が結構取引関係結びついていて、反対会社を助けることによって親会社が利益得られる可能性があるっていう、そういう結構複雑な利益状況、まあ、対立利益を発見抽出し、それを適切に考慮するって観点から分析していくと、まあ、ちゃんと利益をこうしっかり、ね、見極めることができるんですけど、そういう観点からするとですね、まあ、こんな感じでいろいろ複雑な利益状況になってくるんですよね。でそういう中で、まあ、その経営判断原則というのが問題になるんですよ。で特にそのある意味、ね、そのデューデリジェンスをせずに、ね、事業譲渡することによって、まあ、自分の親会社がまあ助かる結果で、親会社と子会社って資本提携あるでしょ、一定の株式保有によってね。だそれで、まあ、親会社がまあ利益になると、まあ、何らかの形で子会社も利益になる可能性がなきにしもあらずだから、まあ、そういう点でここのところはちょっと経営判断の原則ってことでね、単純にその、結果が会社に損害が生じたという結果だけから立つに全館注意義務違反とか忠実義務違反で任務形態があったって見るんではなくて、まあ、その全館注意義務や忠実義務の違反の判断をね、ちょっとこう慎重に、結果のみからじゃなくて、その判断過程のね、その著しく不合理性があるときに限り、初めてそれをもう任務形態だというふうに判断するような形で、ちょっと慎重に判断すべき事案なのかということが問題になるんですよね。でこの時に採点時間にちゃんと詳しく書いてくれてないんだけど、経営判断原則ってある意味さ、取締役の経営判断を裁判所が尊重する
る枠組みなんだよね。会社に損害が発生したっていうその一時から直ちに損害賠償責任認めるわけではないので、そのある意味裁判所がそのね経営判断を尊重するって話になるんですけど、でそうするとそういった趣旨が妥当すべき事案ってどういう時なのかっていうのをちょっと考えていかないといけないんですよ。で一般的にはまあいろいろ言われてるんですけど、本件の事案との関係で関係するものであるとすれば、利益相反、その取締役と利益相反関係にあるようなことになっちゃったときは、ある意味この慎重に判断するべきね、そういった趣旨が当たんないんじゃないかって話なのね。なんで慎重に判断すべきなのかって言ったらさ、要は取締役が冒険的な経営をすること、より多額の、ね、利益を求めて冒険的な経営をすることでさ、で会社の所有者である株主がほら利益を得るときがあるじゃないですか。でそれを、経営判断原則みたいな形でやらずにね、会社に結果が生じたことの一時をもって任務形態責任を役員に負わせちゃったらさ、経営が萎縮して、多額の利益が得られる可能性があるような、そういった冒険的な経営ができなくなりますよね。でそうなるとかえって会社の所有者である株主にとってはもう良くないから、そういう事態にならないようにするために経営判断原則っていうのがあるわけなんですよね。だけどその利益相反関係があるときってのはやっぱその趣旨が妥当しないから経営判断原則ではやらないんですよ。でそこを理解した上で、今回やっぱねいろんな利益相反があるので、23ページのね1個目のブロックね、事案読んでないと多分ちょっと読んでも分かんないと思うんで今ちょっと気にしなくてもいいんですけど、利益相反関係が最低2箇所出てきます。ちょっと読んでいきましょうか。23ページのかっこいい、事業譲渡の実施及びその条件の決定にかかる G の義務違反の有無については、1、通常であればいわゆる経営判断原則が妥当しうるところ、 G の保身というね、G っていうのは今回事業譲渡を実行した母社の代表取締役です。G の保身という個別的な利益に相反関係のみならず、母社に、圧力をかけた公社、これ親会社ですね、である一方で、母社には公社以外に少数株主がいることなどに着目し、構造的な利益相反関係が存在することを指摘した上 で G の全館注意義務または忠実義務違反の有無を判断する基準を提示し、ってことでここなんだよね。でここでだから本件の事案でいわゆる経営判断原則適用していいのかどうか、ここのまず検討してほしかったみたいなんですよね。本来この利益相反があるとやっぱその趣旨合わないので、やらないはずなんだけど、でもいろんな利益が錯綜する事案なんで話は単純じゃないんですよ。で結論から言うと、理由が適切だったら本件に別に経営判断原則を適用してもいいし、適用しなくてもいいと思います。でこの点ね、ちょっと優秀な答案の例が書かれてますのでちょっとご紹介しましょう。25ページ見てください。25ページ、これちょっと優秀な答案と良好な答案ね、司法試験の答案って4つに分類されるんですね。一番トップが優秀で、次が良好で、その下が一様の水準で、一番ダメなのが不良の答案なんですが、そのトップ2ですね、優秀良好で、1個目のブロックはこれ経営判断原則の適用をこれ否定する立場です。で2個目のブロックはこれ肯定する立場かなと思うんですよね。でこの、2つの筋書いてあるときは過去問の傾向からすると、全科目的な傾向からすると1個目の筋が多分一番最初に書いてあるやつが、もともと出題者が多分想定していたやつなんですよ。だけど、いろんな答案実際採点していくうちに、こういうのもありかなってことで、それ以外の考え方があったときに書いてくれるときもありますね。これ全科目的に採点時間見ていくとこう推測できることなのね。でそういうときに複数のだから筋書いてあるときはまず一番上の見解を参考にするといいんですよ。そういう点でね、別に考え方強制はしませんけど、一応採点者の方は少なくてもこれを一番上の答えを想定して、この問題作ってた可能性が高いってことね。わざわざ一番上に掲げてるわけですからね、でそこで読んでいきましょうか。括弧1個目のブロックですが、G の任務形態責任の、検討するにあたり、通常であれば経営判断原則が妥当しうるところ、自らが取締役として再任されない可能性があるという観点からの利益相反関係があり、かつ親会社である公社と、J をはじめとする少数株主との間の構造的な利益相反関係があることを指摘した上で、このような利益相反関係がある場合には、ほら経営判断原則これ妥当せずってことね。これが一つの筋ですね。妥当する筋は3つ目のブロックでした。ちょっと途中まで読みましょう。3つ目のブロック、G の、任務形態責任を検討するにあたり、ほらこちらも経営判断原則が妥当するってなったでしょ。だけど一応どっちでもいいんですよ。理由がちゃんとしてればどっちでもいいんです。ただ出題者は多分ね、1個目のブロックを多分想定して問題作った可能性は高いですね。だからここはね、もし1個目のブロックじゃなくて3つ目のブロック、あるいはその他の考え方を取る人であっても、この過去問検討するときは1個目のブロックはちゃんと理解しておいた方がいいです。じゃないとそれってちょっと基本から外れた、なんかちょっと勉強しちゃってる可能性があるから、そういう点では別に結論はどの見解でもいいんです。論文試験ってそこがだからいいとこなんだよね。別に結論絶対これじゃなきゃいけないっていうのないから、担当試験は答えが絶対決まってるんだけど、論文試験っていいんですよ、ちゃんと理由が適切なら。
各科目の基本知識をまあ踏まえてね、その条文の文言とかその制度趣旨とかね、そういうところを踏まえて適切な理由付けがされていれば別にどの答えでもいいんです、結論はね。だけど、まあ、一応こう1個目のブロックが多分出題者がこうね、まず少なくとも想定しているところがあると思うので、そこは理解してください。他の見解でもいいんだけどね、じゃないとちょっと基本から外れた勉強をしてしまって合格までの道のりを長引かせてしまう恐れが出てきますね。いや、そもそも勉強の仕方の問題にちょっと問題があるってことになっちゃうから、あの他の科目でもほら良くないあの結果が出ちゃう可能性があるからね、まずは採点実感を、まあ、一つちょっとこうヒントにして、従えとは言いませんから、ね、論文試験はそういうことではありませんから、従えってそういう迎合しろって話じゃないので、自分で考える力があるかどうか試す試験だから迎合する必要はないんですけど、ただね、あの過去問検討するときはでも参考にはしてほしいと思うんだよね。で、自分と違ってもいいんですけど、まあ、一回参考にして、で、基本知識をね、ちょっとこう、そこから推測して、あ、こういうところがおそらく基本知識になってくるんだろうなってことで、ちょっと理解してもらえるといいかなと思いますね。さて、じゃあ、商法これで終わりにしましょう。今度ね、民事訴訟法に行きます。ちょっと問題文見ていただけますか。問題文。で、問題文の冊子ね、またさっきの続きになりましてね、ペラペラめくっててもらえるとね、今度民事系科目第3問っていうのが出てきますからね、またね、投資番号ついてないんですいませんけどね、まあ、民事系科目第3問ってとこで、で、これをね、表紙をペラッとめくってもらえるとね、この民事訴訟法の問題が出てきますね。まあ、R4 民訴法ってことになってます。でね、あの、これちょっと変わった問題が出たなと思ったのは、設問1なんですけど、当事者の確定の問題なんですよ。で、皆さんに問題です。当事者の確定って民訴法の中では、まあ、結構重要論点なんで、あの基本的な、ね、判断枠組みというのを多分押さえてる人多いと思うんですよ。で、どんな考え方を取ってますか皆さんっていうと、まあ、例えば表示説ですとか、まあ、実質的表示説とかね、まあ、いろいろあるんじゃないかと思うんだけど、まあ、取ってますよねおそらくね。で、今回ね、でもそれだけだとね、ちょっと対応できない問題が出てしまいました。で、それなんでだと思いますか。はい、これも問題ですっていうとね、やっぱり論証パターン、あの貼り付けみたいな答案がね、やっぱりこうされたくなかったんだと思うんだよね。そこで重要論点に関してはね、やっぱり多角的にこう検討をね、要求することによって真にその論点を理解しているかどうかね、そこのところを試したくて、ちょっとね、設問形式をね、あの面白くしてきました。まあそんな感じです。だからこれ全科目的に見てそうですから、とにかくな、論証パターン書を貼り付けさせてね、貼り付けるだけで、あのもう答えに出るようなことじゃしょうがないから、工夫してるんですよね、出題者もね、毎年毎年ね。でちょっと見ていきましょうかね、どんな感じだったかというとね、で事案の概要をね、これ全部読むと時間がないから、今日の私の話が理解できる程度にちょっと事案ご紹介いたします。R4-1 ページ、民訴法のね、 R4 民訴法の問題文のとこですが、それのね、一番上に私図書いてありますんで、この図を見ていただけますかね。まあ、今回どういう事件だったかと言いますと、このね、問題文の1ページ目の一番上の私のね、手書きの図なんですが、 X さんとコウはこれ会社です。法人格持ってる会社なんですけど、X とコウがその事務所用の建物をね、賃貸借契約するんですよ。まあ、X があの自分の所有してる建物をコウに貸しました。で、そんな中、コウの方がちょっと家賃払えなくなってしまってね、で、X の方から督促されたんですよね。で、そんな中でこのまま払わないと、まあ、訴え提起されるってことで、で、ちょっと時間稼ぎをしてやろうってことで、コウの代表者のね、A がちょっと悪いことを企みまして、で、何やったかというと、この私の図の通りなんだけどね、あの、称号変更するんですよ。もともと、あの、M テックっていうね、その株式会社 M テックという、まあ、称号で会社設立して、でそれでまあ賃貸借契約結んでいたんですけど、ここでね、株式会社 G テックという形で称号変更しました。ただ称号変更しても別に法人格が変わるわけではないので、その称号変更の前後を通じて、まあ、ここでこうっていう表記をしてます。ここのところね、問題文はそういう表記をしてます。というわけで、まあ、この問題用のちょっとあの事案の読み方なんだけど、まあ、とにかく X とこうが賃貸借契約を締結してますと。でこうはそのまま、ね、法人格同一性維持したまま、まあ、その称号をちょっとこう変更したという話になりますね。で皆さんに問題です。これだけだとさ、ちょっとこうね、家賃の支払い免れ、時間稼ぎできませんよね。そこで時間稼ぎするためにはどうしたらいいですかっていうとね、この称号変更に加えて、この元々のね、M テックっていう名前と同じ会社を作るのがいいと思うんですよね。でそこで縦2のね、問題文の事例の縦2の右側の方にちょっと私の縦に書いてある私の手書きの字ね、あの M テックのね、代取りの A がね、そのオツを設立したんですよ。別の法人格オツね。で、そのオツってのが、あの、株式会社 M テックって話なんですよね。というわけで別の法人格をあの作りました。で、そうすると、X さんとしては、まあ、家賃の、まあ、請求するのに訴え提起を起こすときに、まあ、もともとほら、あの、まあ、形式上は株式会社 M テックと、まあ、契約結んだと思ってますから、で、そこでいろいろこう、あの、ね、登記の書面をさ、取り寄せようとしたときに、M テックあったみたいな感じでね、そこで、この、
その書類前提に被告を決めてくることになりますよね。ところがね、法人格が別なんですよね。まあ、こういう形でその公に対する、まあ、訴えをね、こうちょっとある意味時間稼ぎ、こんな感じでやっていくんですよ。でそういう中で、ちょっとね、縦さんのね、今度文章を読みます。縦さんのところね、これ一応全部読みましょうか。縦さん、 X はってことで、これあの貸主ね、建物の大家さんの方です。 X は、令和3年4月20日 A による、これあのさっきのね、河野あの M テックのね、大取りね、 A による一連の行為を知らないままね、今みたいに、だからそのね、時間稼ぎするために、まあ、いろんなことやってるでしょ。称号変更とか新しい法人の設立とかね、やってるんですけど、まあ、そういうことを知らぬまま、本件事務所の所在地を住所とする、あ、で住所一緒だったの、この河東津、同じ住所なんですよ。だから X さんとしては本当にもうなんか知りようがないっていう、ちょっとかわいそうなところがあるんだよね。まあ、そういうことで、本件事務所の所在地を住所とする株式会社 M テックを被告として表示し、でこの時点でさ、もう訴え提起の時点では、もうこの M テックってオツなんで、 X さんが実態法的に賃貸借契約を結んだこうではないんですよね。だからこういう点で真に被告とすべき人を今被告にしてない状態になってます。だからこのまま判決勝ち取っても、勝訴判決勝ち取ってもさ、結局その公に強制執行できないような状態になっちゃうんで、まあ、非常にこれ X さん今かわいそうなあの事態に陥ってますよね。まあ、そういうことで続きのとこですかね。縦さんの2行目、まあ、株式会社 M テックを被告として表示し、で請求の原因としてね、括弧1、原告は被告との間で令和2年4月10日本件事務所につき賃貸借契約を締結した、括弧2、原告は同日本件事務所を被告に引き渡した、括弧3、原告は被告が令和3年1月分以降の賃料を支払わないため催告の上契約解除した、でこのあと次の行ね、で訴状を作成し、そういったことを書いた訴状を作成し、賃貸借契約の終了に基づき本件事務所の明け渡しを求める訴えを提起したってことね。でこれ本件訴状って言います。でなおのとこですが、なお訴状には、同年4月16日に発行されたオツの代表者事項証明書が付属書類として添付されていた。でただね、この線引いたところ飛んでいくと、会社の設立年月日については記載がないため、大家さんの X は結局オツとこう、まあ、誤認したって話なんだよね。だから、まあ、実際には X さんは自分が賃貸借契約を結んだあのこうを被告としないままね、その全く別の法人格であるオツを被告としてあの訴え提起をしてしまったっていう話なんだよね。でこのまま勝訴判決をあの得てもこうにはあの強制執行できませんので、ちょっと困ったなって話になってくるわけよ。で、はい、結論の妥当性、これまずさね、どっちの方がこれ要は利益を与えたいですか、こちらの、大家さんの方と、あとこの勝手なことをやってるね、そのまあ元、まあ、こうが元々代表者だったことになりますけど、その項の方、どっちの方の方を最終的には勝たせてあげたいと思いますか、どっちの利益を上げたいと思いますかって話なんだけど、これおそらくこれ相当あの項の方って悪いことやってると思うんですよね。項の元代表者の A の方はね、だからそういう点では多分ね、 X さんの方を何とか勝たせてあげたいっていうところが多分結論妥当性だと思うの で仮に、今回まあ実は見解指定問題なんで自分でその結論決められないんですけど、もしあの見解指定問題じゃなくて自分であのその結論をねまず決めてい、かなければいけないような、まあ、一般的な問題が出た場合は今みたいに考えます。対立利益の発見抽出、そしてその適切な考慮という観点から考えたときに、これ今回は X の利益と公の利益がこれ対立しているということをまず分かりますよね。でこれ結論妥当性考えたときに、これはやっぱ X さん勝たせないといけないなって話になってくると思うん でその結論、妥当な結論がそこだとしたら、それを導くための理論構成を、ね、考えていくんですよ。基本知識をもちろん踏まえてね、その各科目のね基本知識踏まえないとあの現代文の作文になっちゃうから、まあ、法律の試験としては成り立ちませんのでね。だけどね、今回そこを、ちょっとね論証パターン集を貼り付けられないように したのかね、2ページのところのちょっと会話文を見てください。まあ、この会話文の指示に従って回答しないといけないんですけど、会話文、まあ、裁判官と司法修習生 P との間の会話ですね。まあ、皆さんが実際司法試験にあの受かるとね、こういう会話をやることになると思うんですけど、でまず J のところです。これ裁判官です。本件訴訟の被告に疑義が生じていますから、裁判所としては被告を確定しなければなりませんということね。あ、でちなみにこれ1行目ね、別に今回問題に関係ないんだけど、あの実際その被告当事者に疑義が生じた時しか、その当事者の確定って別に論点にしませんのでね、いつもあの裁判所どんなあの事件であってもこの当事者の確定っていうのを問題にしてるわけじゃないのでね、まあ、そういうのがちょっと素直な文章になってていいかなと思いますね。まあ、問わに書くことではないんですけどね。でこのあと2行目ですけど、まあ、当事者の確定の基準についてはさまざまな見解がありますが、ここでは本件訴訟の被告が公となるような見解、これ妥当な結論ですよね。これ見解指定じゃなければ、私多分この筋で立論しますよ。基本知識をあの駆使して、これ被告をなんとか公に増したい、まあ、結構難しいかもしれないけどね、この事案だとね。でも まずそこ考えますよね。でもね、それだけじゃなくてね、オツとなるような見解それぞれ一つずつ取り上げ、まあこれらの見解に従って被告を公またはオツと確定することができることをそれぞれ論じてもらえますか。でほら、もうあのもう結論決められちゃったのね。
もうその確定すること、落ちと、こうまたは落ちと確定することができることをそれぞれ論じてもらえますかってなってるから、受験生がもう勝手なこと書けないんですよね。それぞれとにかくこうとする場合の説明、落ちとする場合の説明をちゃんとやっていけって話になってくるんで、でこれはまさに当事者の確定超重要論点なんですけど、で重要論点で予備校がパターン化したがるからね、要は実績表示図、まあ、あれの論証パターン集が多分出回ってると思うんだけど、あれの貼り付けをさせないようにするためにこんな感じで やったわけね。でなんでこんな問題出したかっていうと、別に細かいこと聞いてるわけじゃなくて、全ての科目に共通するんですけど、まあ、当事者の確定っていうのもある意味法規範なんですよ。法規範のルールに、まあ、従ってやることなんですけど、その法規範って何のためにあるのかっていうとね、その当該事案で妥当な結論を導くために存在するんですよね。やっぱその規範っていうのはそれ自体が独立性存在するものではなくて、一定の事案っていうのがまあ、あって、で妥当な結論をまずこう導くためにね、その規範っていうのが出てくるって話になってくるわけね。でそういう点で考えた時に、まあ、今回の結論の妥当性考えたら、これはまあ、その項の方がね、被告になるのがまあ妥当だってことになったら、まあ、それをもうこう導くための理論構成をじゃあどう考えるのかっていうのが、それが法律家の仕事なんですよね。まあ、どうしても考えても無理だったらまあ諦めるんですけど、でも基本的には結論の妥当性ということをすごく重視していきますね。でそういう観点から、まあ、でも今回はちょっと論証パターン集が使えないので、まあ、逆にこのオツの方もね、こう被告になるような立論もしなければいけない。そしてその多角的にこの論点を検討することによって、その当事者の確定のことを真に理解することができるんですよ。でこれ多分いいきっかけになったと思うのは、規範っていうのがやっぱこう、なんていうか、それが独立して、なんかそれ自体がなんか意味があるものじゃないって話なんだよね。妥当な結論を導くためのツールに過ぎないんだっていうね、まあ、話で、そういう形で何か理解するきっかけになるんじゃないかというふうにも思いますね。まあ、ちょっとこうね、唐突な話しちゃってすいませんけどね。まあ一応ね、話がややこしくなるんで、これぐらいにしておきます。じゃあ採点実感をちょっと見ていきましょう。採点実感ね、民事訴訟法に相当するところはですね、32ページになりますね。採点実感のね、レジュメの2冊目、括弧民事系って書いてあるやつの、32ページ目になります。あ、でね、またちょっと一般的な話だけさせていただきますと、他の科目と一緒なんですけどね、32ページの縦1、出題の趣旨等の、まあ、1個しかブロックがないんですが、3行目見てください。3行目の周りに、それらを前提として、ここね、太字のところ、設問で問われている課題を的確に把握し、で、正面から答えているかどうか、これが大事になります。この評価のポイントね、当たり前のことなんですけど、まあ、指示誘導してくるんで、あ、当事者の確定が出たってことで、指示誘導無視でさ、で事前にほら準備した論証パターン集を貼り付けてね、でそれで答えにした、これで答案出したところでいい点数もらえないので、ちゃんとこの指示誘導に乗っかってね、書くってことが全科目的に共通して大事なんですよね。で、今回のねところにちょっとピンポイントでいきますと、34ページですね、この設問1についてというところなんですが、34ページの括弧に設問1について、でそのね、ところで課題1の採点実感ってありますね。でこれちょっとね、ためになると思うのでちょっとご紹介しましょう。34ページのね、1個目のブロックなんですが、設問1ではまず課題1として、当事者の確定の基準について、本件訴訟の被告がこうとなるような見解、オツとなるような見解をそれぞれ一つ取り上げた上、各見解に従って被告をこうまたはオツと確定することができることをそれぞれ論ずることが求められているんだと。で2個目のブロックなんですが、まあ、当事者の確定の基準としては、伝統的には、まあ、意思説、行動説、証実で、これ細かいものだっていうふうに思っちゃいけないんですよね。やっぱそれぞれね、一定の事案を想定して妥当な結論を導くためには、じゃあどういうふうに理論構成したらいいかって観点から考えられたものだから、細かいことではないんですよ。全ての科目に共通する、その本当に法的思考能力を学ぶのにいい論点なのね、そういう意味で。まあ、そういうことで、まあ、意思説、行動説、証拠説という3つの見解がありますと。で次のブロックです。被告をこうと確定することができる見解としては、まあ、意思説が考えられ、まあ、この見解によるならば、この見解が原告の意思に着目するものであることを指摘した上で、X がこうを被告とする意思であったことをね、訴状の記載等にまあ言及しつつ、まあ、説得的に論証することがまあ求められるってことね。これやっぱその原告、まあ理由書いてないですけど、例えばまあ日本の民事訴訟法って、まあ検事訴訟もそうなんだけど、当事者主義なんですよね。まあ、職権主義っていうのはまあ補充的に使うことで、特に民訴の場合ってあまり職権主義やりませんけど、まあそういう形で当事者主義ってすごい大事なんで、じゃ誰がこれね、当事者なのかって、まず原告の意思を尊重しましょうって素直な考え方じゃないですか。だからそういう観点からすると、まずね、素直なのってやっぱこれが出てくるんですよ。この意思説っていうのが出てくるはずなんですよね。今のこの当事者主義っていう訴訟法の制度から考えるとね、まあ、まずは一説というのが多分妥当な話になってくると思うんですよ。そして今度次のブロックですが、次に
被告を乙と確定することができる見解としては、まあ、表示説行動説が考えられるということね。でその表示説には形式的表示説と、でこれ受験生がよく知っているのこれ多分実質的表示説だと思うんだよね。まだ勉強したことがない人はちょっとすいませんけどね、普通にで民訴法を勉強していくとね、多分この実質的表示説というのは結構こう強調されてこう、ね、学ぶことになると思うんですけど、まあ、そういったものがありますと。でその中でも次のではなくね、行動説なんですけど、行動説による場合にはこの見解が被告らしく行動したものは誰であるかに着目するものであることを指摘した上 で実際に訴訟追行したのはオツの代表者 A、まあ、元ね甲の代表者でもあるんですけど、まあ、その A がのこのこ出てきてね、まあ、なんか時間稼ぎしてたんですよ、裁判の場出てきてね、まあ、そういうことで、まあ、A であることに言及するなど被告らしく行動したのがオツであることをまあ説得的に論証するということね。で、はい、皆さんに問題です。これ行動説で妥当な理論構成ですか、そうではないですか、どっちですかっていうと、この事案では妥当ですよね。ごめんなさい、この事案だと妥当じゃないか、これオツ被告にしちゃうとオツに対して判決が出ちゃうと強制執行できないから、これ妥当じゃないってことになるね。だから自分の見解としてだったら普通書かないですね。だけど、まあ、今回こういった立論も求められているので、まあ、やるっていう話になってくるんだよね。でそれをやっぱりこのオツを被告とするような理論構成も一応考えることによって、コウを被告とする理論構成の大切さっていうところね、そこのところがちゃんと理解できるんじゃないかっていうふうには思うんですよね。というわけで重要論点に関してはこうやって多角的にですね、こうね検討が求められるようになってますので、まあ、そういうことではインプットの時もちゃんとそういうね予備校の論証パターン集を丸暗記するんじゃなくて、まあ、そもそもなんでこれ論点になるんだろうっていうね。で論点になった時にまあ一定の結論を示されてると思うんだけど、他の結論ないのかなって話ね、まあ、論点ってまあ基本的には反対説ありますから、なので勉強する過程でね、まあ、そういうところを意識してほしいなというふうには思うんですよね。あ別にいいんですよ、そこまでやるの大変だっていうんだったら、まあ、民訴法をもう捨て科目にして、ね、もう自分はいいよ、民訴はもう足切りさえされなければいい、他の高校で点数稼いでやるもやればいいんですよっていうのもいいんですけど、まあ、私はでもねちゃんと勉強してほしいなというふうに思いますね。まあ、受かり方って人それぞれなんでね、もう自分でいろいろ作戦立ててもらえばと思うんですけど、まあ、基本的にはねやっぱりこの今の試験傾向に各科目合わせた勉強して、まあ、全科目まんべんなくね勉強しておくのが理想だと思いますし、まあ、私はそういう勉強を皆さんにしてもらいたいと思って、こういう話をね採点時間の分析会なんかを開いてやってますね。さてでは今度ね、そうだ、でこれに関しては、まあ、いいかこれぐらいにしとこう。ではですね、今度刑法に行きましょう。刑法も最近ちょっと面白い問題が出てるからね、ちょっと触れといた方がいいかなと思うんで、問題文、刑法のねちょっと問題文を見てください。刑事刑科目第1問って書いてあります。問題文ね、さっきの民訴法の次にありますからね。で問題文の冊子のね刑事刑科目第1問で、またこれペラッとめくって、ください。で問題文が出てきます。見開きになってます。でこれがね特徴的なのはね、正論の結論部分ですね。R4-1 ページの真ん中辺よりちょっと下のところなんですけど、設問1、ちょっとね設問の形式が変わってるんですよ。まあ、論証パターン貼り付けられないようにしてるだけなんだけどね。設問1、事例1の項に横領罪括弧刑法252条1項の成立を認める立場から、後期括弧1および括弧2の各主張がなされたとする、各主張の当否についてそれぞれ簡潔に論じなさいってことで、で括弧1ね、項はA に頼まれて本件売却を保管している以上、これを横領（括弧同行すれば横領罪が成立するってことで、で、まあ、これをね皆さん自分の見解違うと思っても、まずこういうふうに考える根拠の説明が求められてるんですよね。でこれなんでこうしたかっていうとね、まあ、刑法も他の科目と一緒なんだけど、採点実家にねずっと過去の採点実家をさかのぼっていくと分かるんですけど、毎年毎年なんか受験生の答案がね論証パターン書を貼り付けたようなやつばっかり出てきてね、本当にその論点を理解してるかどうかがよく分からない、そこが疑念があるんだみたいな、そんなこと感じのことをずっと書いてきたんですよね。なんでやっぱりこの論証パターン貼り付けられないような、あらかじめだからこの論点についてはこう書こうとか決めるでしょ、論証パターン集だと。それができないようになってんだよね。でこれ決して難しい問題ではなくて、基本的にちゃんと体系的なインプットをしておけば対応できる問題なんですよ、すべて。最近こういう問題が出るようになりました。司法試験の場合だと平成30年からですね、予備試験の場合は令和4年からこういう問題が出るようになりましたね。司法試験の場合は平成30年、予備試験の場合は令和4年からね。だからもともとその前まではさ、なんか単純に項の在籍を論じようとかさ、オスの在籍論じようみたいな感じでね、でもその問題文読んでさ論点発見できたらさ、まあ、あとはそのもう規範の意味なんかも理解しなくても論証パターン集丸暗記してそのキーワード出してね、まあ規範らしいものを答案書いてさ、で、まあ、当てはめしていけばなんとなくほら答案みたいな形になるんですよ。だけどそれをできないようにしましたね、こんな感じにして。今期のね、後で採点実感紹介するけど、やっぱ論証パターン書相当嫌ってますから論証パターン書を丸暗記して機械的に貼り付けるような答案ね、本当に嫌ってるんですよね。だから今後もこういう傾向が続くはずです。
元には戻さないでしょうね、単純な問題にはね。でね、一方でね、2ページ、問題文の2ページなんですけど、これ、設問の結論部分見てください、一番下。これはね、見解指定じゃなくて、単純に従来通り、オツの在籍について論じなさいみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。ただ、やっぱね、論証パターン集が貼り付けられないように工夫がされてるところがあるので、やっぱり日頃のインプットの勉強の時はね、しっかりとね、そのなんでこういう論点が出てくるのかね、で、なんで判例こういうこと言ってるのかってところをちゃんと深く理解するってことがすごく大事になってくるのかと思うんですよね。で、ちなみにね、今日ちょっと中身は入ってる、深入りしてる時間がないんですけど、設問2のところ、2ページの設問2のところの下にちょっと私が図を書いたところがあるんで、この図を見てください。正当防衛の、ね、話なんですけど、特にね、旧約不正の侵害の要件ね、皆さん大丈夫かな、正当防衛の成立要件でちゃんと頭の中入ってます？まあ、もちろん論文試験の時はさ、6歩引けますけど、でもあんなのはね、6歩引かなくても、まあ、頭の中に入れておかないとね、問題文読みながら大事な事実拾えないから、その要件との関係でね。あとはそもそも担当試験の時にね、要件頭の中に入れていかなければいけませんからね。でそういうことで、まず一つが、まず、まあ、今言った通り、その旧約不正の侵害でしょ。あとは自己または他人の権利を防衛するためだよね。この防衛するためは、まあ、防衛の必要説と不要説で、まあ、見解分かれてますけど、まあ、そこはちょっと今日は深入りしないことにしていきましょう。まあ、そういうことで、一つがね、旧約不正の侵害、そしてもう一つが自己または他人の権利を防衛するため、そして最後がやめずした行為ということになりますよね。で今回ね、その、特に旧約不正の侵害をね、この他人のためにする正当防衛の事案を出して、で特にその非侵害者を基準にすると、平成29年の最高裁の判例法理からすると、ちょっと旧約不正が否定されそうなね、侵害予期事案 でしかもまあ結構いろいろね、なんか対抗行為に出る準備とか、まあ、いろいろ、そのね、29年の枠組みからすると旧約不正が否定されるような事案が非侵害者にあったんですが、ただ本件他人のためにする正当防衛なんで、まあ、実際に防衛者と非侵害者は別の人なんですよね。でその時にその防衛者を基準にすると、まあ、別にその29年の判例法理からしたら、まあ、旧約不正否定されないので、これ果たしてどちらを基準にして考えるのがこれ妥当なのかってところね。そういうところでちょっと一般的な論点では ないんですけど、その論証パターン集をその貼り付けるだけではですね、うまく対応できないようなところをちょっとさらっと入れてくるんで、単純にこのね、公の在籍論じろとか、オツの在籍論じろとかさ、兵の在籍論じろとかって来るときはちょっと気をつけないといけないんだよね。そういうところを逃げずにね、どこまでこう自分で踏み込んでいるかいけるかってとこね、そういうところで点数が随分差出ちゃうと思いますんでね。でこの図で言うとこんな感じなんですよ。まずね、 A が項に1侵害行為をします。だから項はね、まあ非侵害者ですね。ただ項を基準にすると、項は侵害予期している上に、その A からの、ね、結局襲撃を回避しようと思えば余裕で回避できたのに、わざわざ呼び出し場所にこう行ってで 待ち構えてたとか、まあ、包丁まで持っていっちゃったとか、いろいろね、29年の最高裁の判例法理からしたら旧約不正が否定されるような、そういう状況なんですよね。でそんな中で、まあ A と甲が、まあ、公園でやり合っているようなところを、オツがまあたまたま通りかかったんですよね。でオツはこれ、甲が A からやられてるんだというふうにまあ思って、でそこでオツはコウを助けるためにね、まあ、A に、この対抗行為を、まあ、するんですけど、オツを基準にすると、まあ、別に最高裁の判例法理からすると旧約不正は否定されないって話なんでね。でそういう時にどっちを、まあ、基準にこれ判断すべきなのかってとこね。で結論はどっちでもいいと思います。理由がちゃんとしてればどっちでもいいんですけど、こういうなんとかな、論証パターンの貼り付けだけではやっぱ処理できないところが必ずこう毎年入ってるので、そこを発見して逃げないってことなんだよね、結局ね、こういった単純な形式の場合は。あとね、これちょっと聞き流してくれればいいんだけど、今2つの特徴的な設問出てきたじゃないですか。まあ、1つはもう見解してってことで、一定の結論をまずこう問題文の方でこう指摘されて、でそれに向かってこう理由付けを説明するっていうパターンと、あともう1つがもうフリーな感じ、この設問2なんかがまあそうなんですけど、これね、本質的に実は似てるところがあるんですよ。それはどこだと思いますかっていうと、やっぱりね、理論構成、ちょっと全ての科目に共通することなんだけど、理論構成というのは結局ね、妥当な結論を導くためのツールに過ぎないっていうところね、そこの理解ができているかどうか、そこのところをおそらくね、試すところもう、まあ、なんかあるんじゃないかと思うんだよね。でその結論の妥当性っていうのをね、その設問2みたいにフリー型の問題出せた時は、受験生が自分で結論の妥当性も決めなければいけないんですよ。でそれに向かってそのね、結論を導くための、まあ、理論構成を基本知識を踏まえて理論することになるんですけど、設問1みたいな時はもうその結論の妥当性を出題者が決めちゃってくれてるんですよね。だから受験生ちょっと手間が省けるって話で、まずこの結論を指定してくれてるんだってことで、まあ、基本知識を踏まえてまずはその説明するわけでしょ。こういう見解が出ますよってことでね、まあ、もちろん今回の説問1はその逃避みたいなことも最終的に論じなければいけないんですけど、
でもその前提のところね、一定の結論を示されているような問題ってよく出るんですよ。令和4年の予備試験も2つ説もあるうちの1つこんな感じの問題だったんですよね。で、司法試験もちょっと話くどいかもしれないけど、これ以前ね、今令和4年の問題やってますけど、平成30年からこんな感じの問題、結論を指定してくるのね。で、そこをこう、うまく説明していくっていう話になってくるんですけど、これをね、難しく感じるっていうふうに言う人もしかしたらいるかもしれませんが、多分そうじゃないです。結論の妥当性を決めてくれてるだけ楽をさせてもらってると思ってください。そうなってくるとほら楽しくなってくるじゃないですか。やっぱりこう楽しくないことに対してはなかなかね、勉強の時間とかなかなか取れないと思うんですけど、実はね、こうちょっと楽をさせてもらってるなというような感じでこう問題を見ていくとですね、こう勉強もちょっとやる気になるんじゃないかと思うんでね。で、あと最終的にやっぱ大事なのは基本知識になるからね。だからね、結論の妥当性決めてくれたのはいいけどさ、じゃあそれをこうどういう理由でその導けばいいのかっていうのは、これ結局基本知識のインプットに全てかかってくるので、そういう点ではそのインプットのね、勉強をちゃんとやっていただければというふうに思いますね。じゃあちょっと採点実感を見ていきましょう。今度ね、刑事系は別冊子、採点実感レジュメ3冊目になります。括弧刑事系で、それのね、2ページ目から刑法になりますね。でね、2ページ目のね、縦に採点方針というところを見てください。縦に採点方針で、これね、4行目からでいいです。4行目の太字のところからいきますね。今刑法の採点実感見てます。で、縦に1個目のブロックの4行目の太字のところですね。特定の立場が依拠する考え方を分析してその逃避を検討する能力、これ設問1のことですね。そしてもう一つ、結論のほら妥当性、ほら出た、これね、刑法でも結論の妥当性って大事なんですよ。全ての科目共通してるんですけどね。で、皆さんに問題です。なんで全ての科目に、ね、結論の妥当性が大事だってことを共通してるんですか。はい、問題です。今日も答えは言ってますよ、すでに。聞き方をただ変えてるだけでもうすでに答え言ってるんですけど、結局、各科目ほら、法的三段論法して答案作るでしょ。で、その法的三段論法するときに必ずほら規範書くじゃないですか。で、その規範ってのはやっぱり妥当な結論を導くための所詮ツールに過ぎないっていうところなんですよ。そういう点で全部共通するんですよね。そういうことで全ての科目ね、やっぱりこの妥当な結論っていうのがありますから、そういうことで4行目ね、終わりのところ、結論の妥当性やその導出過程の理論性、だからこれは規範定立能力だよね。まず結論の妥当な結論を決める能力と、で、妥当な結論を決める能力って何なのかというと、さっきの憲法のところで言うと分かりやすいし、さっきの民訴法のところでほら、どっちがかわいそうか、大家さんの X さんがかわいそうなのか、それともやりたい放題やった元河野代表者 A の方がどうなのかって話でさ、そこのところで結論の妥当性って分かるじゃないですか、ね、そういう話なんですよ。で結論、妥当な結論を決めたら基本、その各科目の基本知識を踏まえてそこを導くための理論構成をしていくってこと でそれがまさにその導出過程の理論性なんですよね、ここのところが。で、これ全部全ての科目に共通してますからね。というわけで、こういうところがね、やっぱりこの採点、ね、にあたって重視されたような趣旨のことが書かれてますね。こういうところが要は採点対象になったんだというところになります。そしてこのあと、4ページ見てください。ちょっと一般的な話をしていきましょう。今後の勉強に役に立つようにね、ちょっと事案の内容を踏み込んじゃうとね、ちょっと今日そんなに深い話は時間の都合でできないんで、皆さんのあんまりためにならないと思うので、ちょっとこうね、短い時間の中で皆さんのためになること、4ページの縦算採点実感等の括弧1の全体についての1個目のブロックの2段落目ですね。で、これずっと毎年言われてるんだけどね、やっぱその規範定立部分については論証パターンの書き写し、これは本当に嫌がるんですよね。その本当に意味が理解できてるかどうかね、だけどあれだよね、だからもうその論証パターン書き写せないような設問形式にしちゃってるからね、だからやりようがないんですけど、もう元々ね、だけど本当に嫌がるんで、ちょっと気をつけてほしいなと思うんですよ。もちろんその内容がちゃんとしっかりしてればいいんですよ。だけど多分ちゃんとしっかりしてないんですよ。だからこう書かれちゃうわけだよね、ここのところがね。だ、基本的にはそのインプットの勉強を怠らないっていうね、その積み上げっていうのがすごく大事になってくるんで、論点ばっかり勉強してるんじゃなくて、そもそもその論点ってどういう体系のところに入ってるのかっていうところね、そこのところも理解していくわけですよね。例えばほら、早すぎた構成要求の実現なんてさ、有名な論点じゃないですか。で、あれをね、例えばじゃあ論証パターン集で勉強しましたってなった時に、でも体系的にどこに位置づけられるんだろうか、どういう話の中でね、ああいったものが出てくるのか、そこを理解しておかないと、応用が効かないんですよね。結局のところ、第一行為を経て第二行為で結果発生させようと思ったんだけど、行為者の予期に反して、第一行為で結果発生させてしまったという、事案ですよね。で、そういう時に、その結果発生の第一行為を基準に在籍検討しちゃおうとすると、刑法の世界ってさ、ある犯罪が成立するためにはもうこれ
原則例外っていうんじゃなくても絶対的なルールっていうのがあって、厚生保険レベルのところでは厚生保険レベルのところで 客観と主観が必ず一致してないといけないんですよね。その一致したところのその当該犯罪が成立するってことで、これも絶対的なルールなんで原則例外もないんですけど、早すぎた厚生保険の実現の事案の時っていうのは、行為者自身は第一行為で第二行為で結果発生させようと思っていたので、第一行為の時点で行為がないんですよね。実際第一行為の時点で客観面、厚生保険の客観面のところ充足しても、でも、故意がないので故意犯不成立になっちゃう。だけど結論の妥当性なんですよ。そこも本人はさ、まあ、結局第一故意で第二故意で結果発生させようと思ってさ、でその経過は違うんだけど、でも現に発生させようと思ったら結果発生させるんですよね。にもかかわらずそれで故意犯の在籍取れないって明らかに妥当な結論じゃないから、じゃあそこで妥当な結論を導くための理論構成で出しましょうみたいなさ、そういう話で早すぎた厚生保険の実現というのは出てくるわけだよね。でその早すぎた厚生保険の実現で大事なのは、結局故意の内容に対応した客観面を作り出してやるってことがすごく大事で、まあ故意の内容としては第一行為で第二行為で結果発生させるって行為がさ、まあ第一行為の時点であったわけなんだけど、客観面もそれに合わせるような形で理論構成してるんですよ、最高裁はね。で、その時にその第一行為と第二行為をこう一体のものとして見るような枠組み作ってるんですけど、その時にね、行為者の計画を考慮してるんですよね、行為の一体性判断するときにね。でその行為者 その計画をなぜ早すぎた厚生保険の実現って、やっぱりその実行行為の問題、実行行為性の問題だからね、刑法の体系的に言うと、それなぜその実行行為のところで考慮することが正当化されるのか、刑法的に正当化されるのかって話なんだけど、ここがまさに体系の理解なんですよね。早すぎた厚生保険の実現って大体未遂の章のところに書いてあることが多いんですよ、まあ、本によっては多少違う時もありますけど、でも基本的には未遂の章のところに書いてあることが多いですね。でその未遂っていうのは、まあ、結局その未遂犯の成立要件っていうのは実行の着手があることなんですけれども、その実行の着手ってどういったことを考慮して裁判所は、その判断をしているのかって話なんだよね。でその時ね、早すぎた厚生保険の実現との話で結びつき分かりやすいに言うと、結論から言うと裁判所は行為者の計画も考慮してその実行の着手時期を見てます。実行の着手の有無を見てますね。でその典型的な例が昔の事件なんだけどね、まあ、今強制性交罪って形で名前変わっちゃったけど、昔の強姦罪の時代かな、強姦目的でダンプに女性の方をこう引きずり込んだ時点でその行為者の計画を考慮して、その時点でもう強姦の着手があったというふうにやってるんだけど、これってまさに計画を考慮してるでしょ。あと逆に今の事案って行為者の計画を考慮して着手時期が遅れた、早まった事案なんですよ。ダンプに引きずり込んだだけだと別に強盗目的でやってるのか、あるいは単純に監禁するためにやってるのか分かんないじゃないですか。にもかかわらずそれで強姦の着手ね、今でいう強制性交等罪の着手がやったってあるんで、まあ、行為者 その計画を考慮してその着手時期を早めてますよね。逆に遅らせた事案もありますよね。はい、皆さんに問題です。どんな事案でしたっけっていうと、電気器具店の窃盗の事件ですよ。電気器具店にこう、まあ、夜中忍び込んでさ、で懐中電灯で辺り照らしたんだけど、その時点でまだ着手認められなくて、まあ、その方現金を取る計画で入ったんですよ。でそういうことでより現金がありそうなレジスタの方にこう向かって行った時、そこで着手が認められたんだけど、これはその行為者の計画考慮されて着手時期が、まあ、遅らせられてるんですよね。さっきと逆になってますよね。というわけで、まあ、少なくとも最高裁はですね、そういった行為者の計画をね、その事故の着手時期、つまり行為の危険性判断にまあ影響すると思ってるわけなんですけど、でそういった最高裁の体系的な理解からすると、まさにその早すぎた厚生の要件の実現の話に今戻るとさ、行為者の計画をまあ考慮して、その実行を行為性とかね、そういったところを見ることが正当化されるって話になってくるわけだよね。というわけで、その体系ね、論点のところだけこう知っててもなかなか応用聞けませんのでね、この論点で全体的にどういう流れでこう出てくるのかってね、まあ、そういうところをこう理解しておくと、まあ、応用が効くのかなって思うんですよね。そういうの込みですよね。だからそういうの理解しないままやっぱ論証パターンの形だけしててもね、こうやって書かれちゃうから、もう書き方で分かりますから、その論証パターンをどこでこう使うのかっていうんでね、その前後の文章で分かっちゃうんですよ、結局のところね。というわけでここ気をつけてくださいね。じゃあ一応もう一回読みましょう。括弧1、2段落目、規範定律部分については論証パターンの書き写りに従事しているのではないかと思われるものが多く、中には本文を論じる上で必要のない点についてまで論証パターンの一環として記述を行うものが多かったね。ここに書かれている悪い例は全部基本知識をちゃんと理解することによってこうね、防止ができますので、まあ、ちゃんとインプットしておいていただければと思いますね。じゃあちょっと10ページに飛んでください。刑法の採点実感10ページで、優秀な答案ってどういう答案なのかって話なんですけど、10ページの括弧4ですね、答案の水準ね、まあ、司法試験の答案、さっき言ったように4つに分類されます。優秀から一番下の不良までね。で、各科目ね、不良に
不良の答案として例示されているようなものね、これだけは絶対やっちゃまずいので、そこは意識してくださいね。自分でいつか過去問検討したときにこれやっちゃってないかって話ね、やっちゃってたら意識的に直してください。じゃないとやっぱりこう、ね、いい点数もらえないのでかなり不利になりますから、合格にね。でまずね、優秀な答案なんですが、2行目から太字のところ、主要な問題点、これポイントね、思いついたこと全部書かなくて大丈夫なんですよ。優秀な答案になるためには、ほら他の科目でもあったでしょ、全部書かなくていいんだと、ね、その事案でやっぱり大事なところは、ね、しっかりこう書けば優秀な答案になれるんですよね、そこのところね。だ、思いついたこと何でもかんでも書くっていうの発想はやめた方が、まあ、もしかしたら有利になるかもしれませんよね、こういった採点実感を踏まえるとね、まあ、そういうことで主要な問題点について検討を加え、正否が問題となる犯罪の構成要件要素等について正確に論述するとともに、必要に応じて法解釈論、まあ、規範定律ね、必要に応じてね、条文の文言が、まあ、基本的な規範なんだけどね、刑法の場合ね、でそれを必要に応じて、まあ、文書偽造罪の場合さ、その偽造のまま当てはめしないでしょ、さすがにね、保護法益から文書に対する、ね、公共の信用っていう保護法益を踏まえてさ、じゃあそれ偽造ってどういう時にその保護法益が害されるのかって観点から偽造の概念定義するでしょ、まあ、一番簡単な定義は名義人と作成者の人格の同一性偽ることなんだけど、まあ、そういう形で必要に応じて解釈論を展開して、で当てはめをするっていう感じなんですけど、まあ、そういうことでね、もう一回読んでいくと、必要に応じて法解釈論を展開し、問題文に現れた事実を具体的に指摘して当てはめを行い、説問ごとに求められている在籍や理論構成についてね、論理的に矛盾のない論述ね、これが優秀な答案で、ポイントはやっぱこれ主要な問題点でいいってことなんだよね。なんか思いついたこと全部書く必要はないんですよ、優秀な答案になるためにね。むしろ思いついたこと全部書こうとしたらさ、主要な問題点について深い考察ができなくなるはずだから、試験時間が限られてますしね、回答用紙の枚数も限られてますので、主要な問題、むしろその出題者の意図に沿った答案が作れなくなっちゃうのね。わざわざさ、論文試験の問題文ってやっぱその判例の事案とちょっとわざわざ変えてきて特徴的な事案作っていくんだよね。そういった特徴的な事案に受験生が対応できる能力があるかどうかって、そういうのを見たくてそういう問題にしてるわけだから、そういうところを踏み込んだ答案書いた方がいい点数もちろんもらえるわけですよね。まあ、そういう感じで、まあ、主要な問題点を深く掘り下げた答案をね、他の科目と同様、刑法だけに限らず他の科目と同様作るような感じでやってください。だ、そのための論文対策のインプットってやっぱり、ね、重要論点の、ね、深い理解なんですよね。細かい論点を何でもかんでも表面的に知ってるっていうよりは、重要論点を深く理解するような、まあ、勉強してもらった方が今の試験には受かりやすいんじゃないかと思うんですよね。試験の傾向も変わりますのでね、その時その時のね、その傾向に合わせた勉強をしておくといいと思います。あと不良の答案ね、これやめてくださいって話なんだけど、まあこれどうしようもないんだけど、主要な問題点を理解できてないというのは、これちょっとね、これはちょっと問題外ね、インプットの勉強不足ですから、インプットの勉強してほしいと思いますけど、問題こっちだね、事案に関係のない法解釈論を延々と展開しちゃうって話ね。これやった結果、論文試験ってまず試験の開始時に白紙の答案渡されて0点スタートなんですよ。で基本的に減点っていうのはまあないので、別にこういうことや延々と書いてもそこでマイナスとかされないんだけど、ただそういった点数にならないことを書いた結果ね、点数になることは書く時間と紙面がなくなっちゃうので、結果届かないんですよ、合格点にね。でそうなんないようにしてほしいって話なんで、まあ、ここね、とにかく主要な問題点で、他の科目の採点時間も参考にすると、ここで何が言いたいかよくわかるんだけど、やっぱり問われてることに答えろって話なんじゃない、結局のところね。その問題文よく見て、まあ、これ今何が問われてるのかってところを理解してさ、そこにちゃんと正面から答えていくようなことをね、全ての科目で求められてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。論文試験に合格するやっぱり方法、なんか事前準備って2つあると思うんですけど、まずインプットなんですよね。あともう一つがやっぱ過去問検討なんですよ。この特に採点時間の分析ってすごく大事で、こういう問題出された時にこういうことが求められてるんだなって形で理解しておかないと、本番の試験で勝手なこと書いちゃうからね、良かれと思って自分が、だけど結果的になんか出題の意図と違うみたいな感じになっちゃうから、まあ、とにかくね、過去問検討って一番大事になると思いますね。で予備試験の受験生もさっき冒頭言ったんだけど、司法試験の過去問をやった方がいいと思います。なぜなら検討がしやすいからね、出題の詞が丁寧、そしてまたさらに採点時間まで出してくれてるから、で試験考査員一緒なんで、最近ね、予備試験の考査員と司法試験の考査員、まあ、一緒なんで傾向似てるんで、刑法もだから同じような問題出されちゃったから、令和4年からね、見解指定になっちゃって結論指定されてきちゃったから、同じような問題出るようになっちゃったから、だからそういう点では予備試験の受験生もね、司法試験の過去問やって、で採点時間分析するといいね。司法試験の受験生が採点時間分析しないともありえないですから、これは当然のようにやってほしいんですけどね。だから答案なんかの機会で一回書いてね、採点実感と自分の答案ちょっと照らし合わせて、で自分がなんかできなかったこと、まあ採点実感でなんかこういうことを本当は書かなければいけないっていうのを書いた時にさ、自分ができてなかったらそこちょっとこうメモしてね、ここできなかったとかって書いて、で今度2回目にまた同じ問題解いてほしいんですよね。でその時に前にできなかったことができるようになったかどうかっていうね、そこのところを
まあ、確認してほしいんですよ。でそれができたっていうのは何を意味するかというと、今まで自分に欠けていたね、視点がちゃんと持てるようになった証拠だと思いますので、問題も覚えてしまっても構いませんから、何回か同じ問題を復習する過程で問題も覚えちゃうっていうのはこれ当たり前のことなんですけど、ただ大事なのは問題も覚えてもちゃんと毎回対立利益を発見するっていう観点から、まあ、ちゃんと問題文見て、でその適切に考慮するための枠組みを立てるって観点から枠組みを立ててね、でその時に問題文覚えてても毎と違うもっといい枠組みが立てられる可能性ありますし、その枠組みに即して事案検討するときも前よりももっといい比較考慮、利益考慮ができるようになっている可能性があるんですよ。でそれが学力が伸びた証拠なので、まあ、そういうなんかちょっと勉強してほしいなと思いますね。さてではね、次いきます。係争法、あともう時間が限られてるんでね、最後問題文、係争法、係争法いきましょう。問題文レジュメの係争法ですね。これもね、最近どういう質でインプットをしないといけないのかっていうことをちょっと探る上で、面白い問題だと思います。で、時間の都合で設問1だけちょっと言及しようかなと思いますね。係争法ですね。刑事系科目の第2問のね、ところペラッとめくってください。で、これね、R4-2 ページの、上の方、比較的上の方、設問1の結論部分見てください。事例1記載のおとり捜査の適応性について、具体的事実を適切に論じなさいとなっています。で、おとり捜査ってこれ予備校だ、もう論証パターンにするの大好きだから、まあ、だいたいね、論文試験受ける当日までにはもうだいたい論証パターンを覚えてる人が多いと思うんですよね。でもね、やっぱりこの貼り付けではなかなか厳しいっていうね、まあ、そういう問題に今なってますね。で、ちょっと採点実感見ていきましょう。こちらね、刑事系、さっきの刑法の続きになりますね。採点実感レジュメ3冊目括弧刑事系のね、係争法のところはね、先ほどの続きのところですので、12ページですね。で、12ページのところでね、でちょっとまず一般的な話をちょっと一言させてください。12ページの縦位置の1個目のブロックになりますね。採点方針等というところの1個目のブロックで、まあ、2行目からいきます。問題の所在を的確に把握し、でその法的解決に重要な具体的事実を抽出した上 で的確な法解釈を経て導けられた法準則、これ規範ね、受験生がほらよく使っている言葉で言うと規範ね、を適用して、で一定の結論を導くということで、要はちゃんと法的三段論法をしなさいよということ、ね、が書かれています。で、おとり捜査に関しましては、この縦位置の、ね、この下の、実質2個目のブロックかな、設問1は、かっこ設問1はって書いてあるブロックなんですけど、かっこ設問1は、大麻密売の疑いのあるものとして把握されていた行為に対するおとり捜査の適応性を問うものですと。で、おとり捜査の意義に関する理解を示し、で皆さんにね、問題です。なんでおとり捜査の意義示さないといけないんですか、答案にって話でね。で、ちゃんと勉強してる人はこれ分かんの。これ当たり前だよなって。でも、分かってない人は、これ丸暗記になっちゃうんだよね。採点実感にこれで書いてあるから、こうやりましたってなっちゃうんだけど、これ法的に本当に大事なことなんですよ。これ意義するのね。どういうことかっていうと、おとり捜査の適応性ってね、ちょっと特殊な判断枠組みを使うんですよね。通常のその捜査の適応性の判断枠組みじゃなくて、まあ、最終的には強制処分じゃなくて任意処分の適合性の問題として判例はね、まあ、審査、適合性審査してますけど、通常のその任意捜査の原則の枠組みとちょっと違う規範を使ってますね。通常は典型的な任意捜査ってさ、有形力行使事案ですよ。まあ、強制任意の区別基準でまず強制にならないことが前提ですけどね、まあ、一応有力な学説、まあ、判例と整合するんで、まあ今日深入りしないで、まあ、ちょっと大雑把なのにすると、強制任意の区別基準でいうと、まず個人の意思に反しているかって話と、そしてその、ね、強制処分に対する規制によって法に値するだけのそんな重要な権利利益の制約があったかどうかっていう観点から、その強制処分とその任意の、ね、その区別を増していきますよね。でその判断の結果、じゃあこれ強制ではなくて任意になるっていう話になった時に、でその任意の限界は判例は事案に応じて比例原則の枠組みを考えてるんですよ。有形力行使事案なんかだったら、まあ、必要、その当該そういった捜査をする必要性と緊急性を考慮した上で、具体的状況のもとにおいて相当と言えるかね。でその相当性のところで、その非侵害利益の擁護性とか、その侵害の程度とかね、そういうところを見て捜査の必要性との関係でうまくバランス取れてるかどうかということで比較考慮していくんですけど、で例えばそれが同じね、在宅被疑者の取り調べ事案ね、高輪グリーンマンション事件みたいな感じでほら何泊かさせてね、取り調べた事案なんかだと、必要性、緊急性、相当性ってのを使ってないんですよね。ただ趣旨は一緒なんだと思うんですけど、例えばその事案のまあ性質とか容疑の程度とか被疑者のまあ態度などね、そういった諸般の事情はまあ考慮して、そのね、社会通念上相当と言えるかどうかっていうのを検討するって話なんですけど、その事案の性質とかその容疑の程度が高ければ、事案が重くて容疑の程度が高ければ高いほど、まあ、その当該取り調べをする必要性高まってくると思いますしね、で例えば被疑者の態度という考慮素っていうのは、被疑者がやっぱその取り調べに進んで応じてる時と、まあ、その嫌がって応じてる時とでは、その取り調べに対するその意思決定
ての自由とかね、そのそれ調べ中やっぱその 身動きが自由に取れなくなってくるっていう点で、その移動の自由とか身体の自由とかっていうところの多少の拘束性はあると思うんですけど、そういった非侵害利益のその擁護性とかその侵害の程度のところに影響があると思うんですよ。だからそういう点でその高輪グリーンマンション事件、必要性、緊急性、相当性という言葉こそは使ってないんですけども、その趣旨はまあ妥当するところがあると思うんですよね。ということで最高裁判例の立場を踏まえて論じすることがやっぱりいい点数取るためには大事なんですけど、その適法性審査で事案に応じて適切な枠組みを考えているってところなんですよね。その点おとり捜査に関しましては、やっぱりある意味国家機関がね、その指示に対して犯罪をそそのかすようなところがやっぱあるところだから、やっぱりね慎重に適応性を判断すべきだという価値判断が働くんですよね。でそういう点でその通常の必要性、緊急性、相当性とかそういう枠組みでやってないから、まあ、そういう特殊な適応性の判断枠組みを定理する前提として、この当該事案で問題となる捜査がおとり捜査なんだってことを、まあ、認定していかないといけないんですよね。でそういうことで話戻ります。話が長くなりましたね。12ページの実質2個目のブロックの2行目ね、設問1話って書いてあるブロックの2行目だから、ほらこのおとり捜査の意義に関する、あ、ここか、おとり捜査の意義に関する理解を示しってことね。あとね、この法的性質と適応性の判断基準もこれ実はリンクしてるところがあります。ちょっと時間になっちゃったからもうねすぐ終わりにしますね。でそのね法的性質のところちょっと見ていきましょうか。15ページ見ていただけますか。これね適応性の審査基準にね影響するんですよね。この要はこのね15ページの最後のブロックです。ここではおとり捜査が実質的に違法とされる理由について、でこれはまあ暗記して書けっていう話じゃないんですよ。適法性の判断枠組みに影響するから、おとり捜査が違法な理由を示さないといけないんです。そういうことでおとり捜査が実質的に違法とされる理由については、でこれ結構見解が本当にねいろんな見解あるんですけど、不公正な捜査方法であるとであることからすると、ね、考え方と、国家が犯罪を創出し法益侵害を生じさせるからだという考え方や、まあ、人格的自立や個人の尊厳に対する侵害があるからとする考え方の、まあ、とにかくいろいろあるんですよね。いずれにしろこの4行目、おとり捜査によって侵害されうる権利利益を踏まえつつ、でこの後比例原則ね、捜査の必要性との関係で、まあ、比例原則を問題とする必要があるってことね。あでこの採点時間ちょっとね不親切なところがあって、おとり捜査事案で比例原則適用するときの比例審査って結構特殊な比例審査を使ってきます。やっぱ先言った通り公権力がやっぱその私人をこう犯罪誘発するようなことってなるべくやるべきではないってところが あるんで、何を非侵害利益と捉えようがね、だそういう点で単純に必要性、緊急性、相当性ではなくて、学説なんかだと補充性って言いますよね。あとその判例もそういう言葉こそは使ってないんですけど、もう最終的に本来なんかもうこれ以外にも捜査法がないようなさ、そういうことで実質的に最終手段みたいな、その言葉こそは使ってないんだけど、それと同じようなあの言葉を入れてるんですよね。なのでその適応性の審査の枠組みが変わってくるっていうところね、おとり捜査の特殊性からね、まあ、ゆえにだからこそおとり捜査の意義っていうのを最初に示して、今回の事案がそれに当たるよってことをまず言ってね、それで特殊な枠組みを示していくことになります。そして今お話したいのは最後になりますが、このね非侵害利益を何と捉えるかによって、これが強制任意の区別基準のところの説明の仕方ですとか、あとまあ最終的に、ね、任意捜査のその比例原則のところで比較考慮する対立利益が変わってくるんですよね。でちょっとね簡単な話をすると、最後のじゃあ強制任意の話のところをクリアしてさ、じゃあ任意になったとしてね、あちなみに強制になったらもうアウトね、おとり捜査ってもう法定されてないからもう即違法になりますから、で判例は一定の要件のことに任意捜査として強要してるんでね、その任意捜査の比例原則のところが問題になってきます。でその時にこの3つの見解あるじゃないですか。で最終的に通常比較考慮っていうとさ、まあ、公益側の利益と個人の人権の利益比較することが多いと思うんですけど、そういう意味での比較考慮するのはこの考え方3つあるうちの最後の考え方になりますから、で逆に言うとその上の2つの考え方、特に目立ったの2個目の考え方だと思うんですけど、国家が犯罪を創出し法益侵害をね生じさせるっていうところがおとり捜査の違法だとしたら、これが対立利益になってくるんだよね、ここのところがね。なのでちょっと個人の人権、その通常は個人の人権と、まあ、捜査の必要性をこう比較考慮するっていうのが他のところで一般的なんですけど、おとり捜査のところでは何をその非侵害利益としてまあ捉えるかによってその対立利益が変わってくるので、比較考慮の仕方がこう変わってくるんですよね。でここ各有力な学者の先生がそれぞれやっぱりそれなりのことを違うことを言ってるので、これはなんかどれかこれじゃなければいけないっていうところがあるわけではありませんので、まあ、おそらくインプットの学習する過程で皆さん自分の見解決めてると思うんですよ。私はこれまあ採点時間は別に私のインプットの授業を聞いてる人以外にも話してるんで強制はしませんので、まあ、各自がまあらかじめ決めてる見解にまあ基づいてね、でそれでちゃんと非侵害利益特定してまあ利益考慮するってことが大事になりますね。あとちょっと雑談、
仮にね、強制任意の区別基準のところで、ほら、要はさ、強制任意の区別基準ってのは、ね、昭和51年かなんかだったかな、呼気検査事件だよね。ちょっと51年じゃなかったらすいませんけど、呼気検査事件で、それをもうちょっとこう、学説の表現で柔らかく言い直すと、個人の意思に反して、そして、強制処分に対する規制によって保護に値するような、そんな重要な権利利益の制約があるかどうかってところで、そこで強制任意の区別基準やるじゃないですか。で、その時にね、仮に、おとり捜査、の違法の根拠をこの2個目の考え方、国家が犯罪を創出し法益侵害を生じさせるからだってある見解を取った場合は、そのね、特に強制任意の区別基準の2個目のところ、その強制処分の規制によって保護に値すべきそんな重要な権利利益の制約がそもそもその捜査を受ける人ないんだって形で、理由付けされて、そういう理由で強制じゃなくて任意になるんだってこと で任意の適用性の判断をね、するようなことになるんですよね。だからここもどの見解を取るかによって強制任意の区別基準の説明の仕方も変わってくるし、比例原則のところもその対立性が変わってくるので書き方が変わってくるんですよ。なのでここはその自分の見解と、まあ矛盾しないようにね、説明できれば何でもいいってところね。で、各有力な先生それぞれ言ってるんで、もうこれじゃなきゃいけないっていうのはこうないです。ここはもうこの見解じゃなければいけなければいけないので、ちゃんと各自が自分で事前に勉強してる見解で理論的にとにかく矛盾ないように説明するというのが大事なんですよ、おとり捜査はね、という感じです。さて、じゃあもうちょっと時間が過ぎてますので、最後まとめ21ページ見てください。21ページです。これね、刑訴法の採点実感でありながら、すべての科目に共通するね、こと書いてくれてると思うので、21ページの縦4、法科大学院教育に求めるものってなってるんだけど、これね、受験生に求めるものとして読むと皆さんのためになりますね。法科大学院はどうでもいいので、この、受験生に求めるものとして読んで皆さん吸収してもらえればと思うんですけど、で、この1個目のブロックね、ここだけ紹介します。線に至るところですが、刑事手続きを構成する各制度の趣旨目的について、基本的な最高裁判例を踏まえて、ほら、すべての科目、やっぱ判例大事なんだよね。結局ね、まあ、実務科東洋試験ですからね。というわけで、基本的な最高裁判例を踏まえて、原理原則に遡り、基本から深く、かつね、正確に理解することね。で、おとり捜査のところも多分予備校の論証パターン集丸暗記しても多分対応できないと思うんでね。あんな説問一つで丸々そのおとり捜査のことしか聞かないみたいな感じでさ、もう出されちゃったら。適法性の判断対象が1個しかないんだもん、説問1で。で、そういう時にはなんか適当に、ね、変な抽象的な論証パターン集だけじゃね、十分な当てはめはできませんから、十分な検討できませんからね。まあ、ちゃんと理解しておかないといけないんですよね。まあ、そういうことで、まあ、正確に理解することで、それを踏まえて、まあ、関係条文や判例法令を具体的事例に当てはめて適用する能力を身につけるということだね。あとは、まあ、この論理立ててね、分かりやすい文章、まあ、ちゃんと法的三段論法をする癖をね、過去問でやっていけば多分こういう文章できるようになると思うんで、まあ、そんな感じでね、復習していただければというふうに思いますね。というわけで、まあ、こんな感じでちょっとね、だいぶ早口になってて すいませんでした。まあ、採点時間の分析会ね、これで終わりにしたいと思うんですけど、何かの機会があった時にね、まあ、ぜひ自分で過去問書いてみて、で、採点時間と照らし合わせて、で、足らないところ、そして自分ができたところね、そういうところをこう確認してもらって、それで学力をね、上げていっていただければというふうに思いますね。じゃ、どうも、お疲れ様でした。これで終わりにします。